皆さんは見知らぬ人との接し方や身を守るための話し方を知っていますか？ここではいくつかヒントをご紹介しますので、全部知っているかどうかチェックしてみましょう。休暇中の一人旅でホテルに着くと、チェックインのための長い行列ができています。やっと自分の番が回ってくると、経験の浅い受付係に部屋番号が321だと言われました。疲れているので部屋に入るのが待ちきれません。でも安全のために受付係に新しい部屋に変えてもらって、部屋番号を紙に書いてもらいましょう。そうすれば後ろに並んでいる人に自分の部屋を知られることもありません。ホテルでは部屋に入る前に廊下に誰もいないことを確認して、入った瞬間にドアをロックしてください。そして寝る前にはドアの前に物を置いておきましょう。そうすれば夜間に誰かが部屋に入ろうとしても、物が倒れて目が覚めます。ホテルのロビーで一人旅ですかと聞かれた場合、必ずいえ友達と一緒ですと答えてください。飛行機や電車やその他の交通機関でも同じルールを適用します。相手が好奇心を持って話しかけているのか、悪意があるのかわからないので気をつけましょう。誰かにホテルに滞在するかどうか聞かれた場合には、すぐにはいと答えずに、友達や同僚を待っていると伝えてください。道に迷った時にその場所まで案内してくれると言われた場合には、行き方を知っていますと言って丁重に断りましょう。単に正しい方向を教えてもらうだけで十分です。見知らぬ人に闇雲についていくと、どこに連れて行かれるか分かりませんよ。見知らぬ人にどこに泊まってるのと聞かれたら、答えを避けるか、ヒルトンなどの有名なホテルの名を挙げてください。それらのホテルはどこにでもあるので大丈夫です。もうちょっと正直に言いたかったり、言わなければならない場合には、滞在しているエリアだけ教えて、ホテル名には触れないでください。通行人につきまとわれて立ち去ろうとしない場合には、奇妙な行動をとってみましょう。2分前まで言葉が通じていたのに、急に話せないふりをしたり、変な顔をしたり、歌を歌い始めることもできます。できるだけ周りの注意を引いてください。みんなに見つめられていたら何もされずに済みます。旅行を計画するときには、外が暗くなる前に新しい場所に到着できるようにしましょう。そうすれば移動手段の選択肢も多く、周囲に人が多い日中の場合、ホテルを見つけるのも簡単です。それに安全ですし、お金も節約できます。現金を下着やマネーベルトや小物の中に隠すという裏技を使う場合には、必ずお財布の中に少しお金を入れておいてください。そうすれば最悪の事態が発生して取られそうになった場合に、相手を怒らせないように渡すことができます。食べ物を注文するときは本名を使う必要はありません。偽名を考えたくない場合には、他の人のためだと言って一般的な名前を使えば大丈夫です。混雑した薬局やお店の中で、ロイヤルティープログラムなどに加入するために住所を教えなければならないときには、大きな声で言わずにささやくか、紙に書いて渡せば他人に聞かれずに済みます。モールで買い物を終わらせて、ガラガラの暗い駐車場に戻って車に乗ろうとした時に、フロントガラスにジャケットが置いてあったらどうしますか？この場合、どかそうとしてはいけません。これは犯罪者が車に乗り込んで盗むための手口なので、警備員に知らせて車までついてきてもらって、走り去るまで待ってもらいましょう。タイヤをパンクさせて同じトリックを使う犯罪者もいます。好きなお店やレストランに行った後に気づいた場合には、戻って助けを求めてください。一人で車に近づくと、助けてくれるふりをして近づいてくる人がいるかもしれません。でもそれはパンクさせた本人である可能性が大です。小規模なお店でもオフィスでも、職場を出るときは勤務時間に関する質問に直接答えてはいけません。聞いてきた相手には不規則なスケジュールで上司が決定すると伝えてください。また自分一人で仕事をしているのか聞かれた場合には、必ず後ろに人がいると伝えてください。子供の頃、秘密のサインや合言葉を作るのは好きだった人もいると思いますが、ここでは安全のためにそのスキルを活用してみましょう。電話やテキストメッセージで普通の会話ができない場合のために、家族や親しい友達との間で秘密の合言葉を決めておいてください。例えば、大丈夫、冒険が楽しみというのが、できるだけ早く助けを求めてという意味だと決めておきましょう。
さらに練習次第では走行中の高速道路の名前や一緒に車に乗ったショッピングモールの名前を伝えることもできます。基本的な護身術を知っておくと便利です。たとえ使うことがなくても狙うべき弱点は目、鼻、顎、喉仏、溝落ち、膝、甲だということを覚えておきましょう。見知らぬ人とエレベーターに乗らなければならない場合にはボタンパネルに背を向けて立ってください。そうすれば相手が緊急停止することができなくなります。レストランやホテル、新しいモールに到着した時にはソーシャルメディアをチェックせずに出てからチェックしてください。友達はどっちにしろ興奮したり嫉妬することになりますし、デジタルストーカーから身を守ることもできます。特に公開アカウントを持っている人は自分のことが簡単にバレてしまうので気をつけましょう。新しい地域で一人暮らしをするのが心細い時には一人暮らしではないように見せてください。玄関先にサイズの違ったスリッパを数足置いておけば一人暮らしだと思われません。そして隣人と知り合うこと、友達になれるかなれないかは別ですが、少なくとも自分の家やアパートの周りで不審なことが起こっているのに気づいたら対応してくれるでしょう。信頼できると思ったらいつどのくらいの期間家を出るのか教えておくこともできます。建物の照明を確認してください。メンテナンス係に廊下の暗い場所や切れている電球のことを知らせておきましょう。危険な状況を避けるためには駐車場、保管室、郵便室、階段などの共有エリアに照明が必要です。一人で家に帰るときはヘッドフォンで音楽を聴いたり、安心して電話をかけるのはやめましょう。携帯電話で話していると周囲への注意力が低くなり、身を守るときも片手しか使えません。道端で誰かにつけられているシーンを想像してください。道を渡ってもついてきて、脇道に入ってもまだついてきます。そんな時には大通りから離れすぎてはいけません。そして立ち止まって忘れ物をしたふりをしてください。ポケットを叩いてお財布か何かを探しているふりをしましょう。でも携帯を探しているふりをしてはいけません。そうするとストーカーに携帯を持っていないと勘違いされる可能性があります。その後反対方向に歩き始めます。相手は人の多い通りでは追いかけようとはしません。それに自分の演技が上手だったらお金を持っていないと勘違いするかもしれません。それでもつけてくる場合には最初に見つけたコーヒーショップに入ってみましょう。そしてトイレに直行して5から10分待ってください。まだいるようだったら外に出るときに店員に助けを求めてみましょう。バス停などが暗いときには他の待っている人たちの近くに寄ってください。他に人がいない場合にはバスが到着するまで明るい建物の中にいましょう。そしてバスが到着したら周りを見回してください。様子がおかしかったり疑わしい人がいる場合には運転手に知らせましょう。乗客が少なかったら一番奥の席には座らないこと。そして必要に応じて運転手に近づいて助けを求めてください。アリゾナにお越しの際は夜7時以降はバスタブで眠るロバを放置しないようにしましょう。これは洪水中に起こった事件後の1924年に制定された法律です。ロバをバスタブの中で寝かせていたとある商人、当時はバスタブが床に固定されておらず簡単に移動させることができました。運命の夜に街が洪水に飲み込まれると眠っていたロバは濁流に流されてしまいます。バスタブから抜け出せずなすすべなく浮かび街中を移動したロバ、町が一丸となりこのかわいそうなロバは最終的に救われましたが、救出にはたくさんの手間と人材を必要としました。その後町では即座に新たな法令が制定され、ロバがバスタブで就寝することを禁止したというわけです。あしからず。サモアでは旦那さんが奥さんの誕生日を忘れた場合、奥さんから警察に通報を入れられるかもしれません。一度目であれば正式な警告が発せられるでしょう。翌年忘れないために十分な対応策を取ることが期待されます。それでも旦那さんが誕生日を忘れてしまった場合、なぜこのような重要な日を忘れてしまうのかを見極めるためのハードな面談が複数回行われます。旦那さんの物忘れの理由によってはさらに深刻な結末に直面する可能性があるでしょう。自宅に帰るのが恐ろしいですね。再びアリゾナへ向かいましょう。ここでは自分の土地からサワロサボテンを取り除くために特
別な許可が必要です。許可なくサワロサボテンを処理してしまった場合、最大3年間を塀の向こう側で過ごすことになります。このようなサボテンの寿命は最大200年。厳しい保護措置が置かれている理由は、種を生み出すことができるのは35歳以下のサボテンのみであるからです。イタリアの沿岸の町エラクレーアにて美しいビーチを見かけたとしましょう。バケツを持っていくことは構いませんが、砂のお城を作るのはやめてください。このビーチにおいては危険な転倒原因として指定されているので、バケツは家に置いてきた方が無難でしょう。砂のお城を作った場合、最高250ドルの罰金を支払う羽目になります。アメリカでは森林に沿って車を走らせたりハイキングをしたりする場合、フェンス、支柱、木などに施された不気味な紫色のマークを目にするかもしれません。いくつかの州ではこのマークは私有地への不法侵入を禁止する意味があります。普通の看板より安価で長持ちするため、このようなペンキを使用するそうです。15の州にて過去10年ほどの間に導入されていて、さらに今後は他の州でも広がることが予想されています。ということで、これらのマークには目を光らせておきましょう。ある日、チューイングガムの清掃費に年間およそ15万ドルが投入されていることに気づいたシンガポール政府。公共の椅子やテーブルだけではありません。地下鉄などの重要なエリアなども含まれます。地下鉄では遅れの原因となり、年配の方にまで影響が出ていました。ということで、1992年、チューイングガムは正式に禁止されました。この法律は観光客に対しては寛大で、少量であればシンガポール国内に持ち込むことは可能です。また歯科医師がお口の健康のために患者に処方することは許されています。シンガポールでは公共のトイレの清潔度に関する法律も定められています。国中の公共トイレの多くが劣悪な環境であることに気づいた政府、世界で最も清潔な国という評判に傷がついてしまいかねません。ということで、トイレエージェントなる人たちによる監視システムが導入されました。トイレエージェントはトイレを監視し、トイレの清潔さを保ちます。政府による基準を満たさない事業者たちは通報されることもあります。タイのにぎわう通りを歩いているとしましょう。お札を道に落としてしまいました。お札が風に吹かれて飛んでいったため、慌てて追いかけます。あと一歩でお札がつかめそうだという時、足を使ってはいけません。お札を踏みつけることはかなり失礼な行為であると考えられています。タイでは足は卑しく汚いと考えられています。そのため、重要人物の顔が印字されているタイのお金を足で踏みつけることはできません。お札の金額に関係なく踏みつけ禁止です。気をつけなければ刑務所行きになる可能性があります。ドイツのアウトバーンを移動中、車の速度を上げたあなた、ここは好きなだけ速度を出して移動することができる数少ない場所です。しかし移動中、ガスタンクが空になったことを燃料計が示してきました。車を停止させます。この行為は他の場所であれば大した問題ではありませんが、アウトバーン上では回避可能なリスクとみなされます。機会があるときに給油をするという見通しを持っておかなかったということで、80ドルの罰金を課せられるでしょう。さらにアウトバーンでは駐車、リバース、Uターンも禁止です。40年代、とあるピクルスメーカーの2人はコネチカット州で商品を販売していました。彼らのピクルスは食べられる状態ではなかったものの、賞味期限切れと分かっていて販売しようとしたのです。2人はすぐに捕まり、その後類似の事件の発生を防ぐため新たな法律が制定されました。新しい要件では、販売するためにはピクルスが弾まなければならないとしています。食べても安全かどうかを見定めるために、これが一番効果的な方法だからです。保存方法が進化してからはこの法は忘れ去られていますが、現在も法律としては残っています。深夜のニューヨーク、あなたは店へと駆け込みます。近くまで行くだけなので靴を履くのは面倒ですよね。しかし道路を渡ると急に警官に止められてしまいました。悪いことをしたわけではないので混乱するあなた、午後10時以降にスリッパで外出した罪で逮捕されてしまいました。このルールは、臭いスリッパがネズミやその他の害獣を引き寄せてしまうという理由から制定されています。
ただ公共の場でパジャマ姿でいることに関しては問題ありません。西オーストラリア州の乾燥した砂っぽい道路を車で移動しているとしましょう。あなたは車内に怪しげな物を隠しています。自分自身に注目を引かないように注意してためらいながら移動します。すると突然ポテトマーケティングコーポレーションなる組織に車を止められ不安が募ります。車内を確認され、あなたが50キロ以上のジャガイモを輸送していることがバレてしまいました。この法律は深刻な配給時代、商業活動を保護する目的で1946年に制定されています。現在は撤廃されていますが、それはつい最近の2016年になってからのことです。英国議会への訪問を検討しているのであれば、鎧は家に置いておきましょう。1313年、金属製の鎧を身につけて議会へ入ることはできないと定められました。この法律は安全上の理由から存在します。はじめランカスター伯爵がこの新しいルールを無視していたため、完全に浸透するまでは数年を要しました。しかしこの法律を無視した伯爵が起訴された1319年以降は、議会に鎧を持ち込んだ例は存在しません。この法律は現在もなお有効です。ギリシャには時の試練に耐えたたくさんの歴史的建造物が存在します。これらの建造物の維持の最大の懸念要因は観光です。問題に対処すべく制定された法律というのが、歴史的建造物でのヒールの禁止。岩でできた劇場であるオデオンが建設されたのは161年です。現在人の移動による空き巣の多くは日中に発生していることをご存知でしょうか。 FBI によると、空き巣が昼間に起こるのは人々が家を留守にしているから。泥棒に入りにくい家にするため、今回の動画ではあなたの家を守るための10のアドバイスと必要な防犯グッズをご紹介します。まずは携帯用ドアロック。この鍵が使えるのは一般住宅に限りません。例えば他の住人も住んでいるようなシェアハウスや民泊など、簡単に取り外しでき、持ち運びもできるので一つあると安心です。多くの鍵の他にもドアチェーンが取り付けられているアパートもありますが、それに頼ってはいけません。チェーンはネジで固定されているだけなので簡単に外れてしまいますからね。携帯用ロックには種類がたくさんありますが、何を基準に選べばいいのでしょうか。いざという時に取り付けたり取り外したりしやすいのもポイントです。ほとんどの内開きドアにはこのような携帯用ドアロックが適しています。例えばアダロック、Amazon で検索すると出てきますよ。お手頃価格で汎用性が高く、そして何より一体型であることが魅力です。たった数秒で安全を確保できますよ。ドアのストライクプレートに爪を挿入し、ドアを閉めればハンドルが固定されます。簡単ですね。空き巣は家の中をうろうろしたり、テレビのような重いものをわざわざ盗んだりはしないものです。彼らは侵入してから10分もせずに立ち去りたいと思っています。そこで泥棒がなかなか侵入できないように対策を講じましょう。合わせガラスはそのために最適です。ぜひ設置を検討してください。強化ガラスを使った通常の窓は簡単に割れてしまいますが、合わせガラスは盾のようなものです。割れることはあってもバラバラになることはありません。窓が割れる音で注意を引くよりも、空き巣は諦めることを選ぶでしょう。合わせガラスの構造は通常のものとは異なるため、強い衝撃を受けてもガラスが飛び散りにくいのです。合わせガラスの窓は標準の100倍の剛性、5倍の耐久性があります。合わせガラスの何が特別なのかというと、まず層でできていること。ガラスが2層あり、それを合わせるためにガラスの間にフィルム素材の中間膜が入っています。そのため合わせガラスには防音効果もあるんですよ。中間膜が外の音を吸収してくれるからです。一石二鳥ですね。ガラスの間のフィルム層が見えるんじゃないかという疑問が頭をよぎったかもしれません。ご心配なく、合わせガラスは他のガラスと同じように透明です。安全性を確保しながら景色も問題なく楽しめます。ただし残念ながら、このような専用の防犯ガラスは非常に高価。代わりに普通の窓に防犯フィルムを業者に施工してもらったり、防犯フィルムを購入して自分で貼ればかなり安上がりです。
どれも同じ原理ですが、当然防犯フィルムを貼ったガラスは合わせガラスほどの強度は持ちません。次は元窃盗犯マイケル・フレイザーからのアドバイスをご紹介しましょう。彼は今盗難から身を守るためのアドバイスをしています。まずは犬を飼っている人向け、猛犬注意のステッカーはおすすめしません。犬が家の中を歩いても警報が鳴らないなら、人間に対しても警報は鳴らないとアキスは考えるからです。加えて多くの犬は見知らぬ人を捕まえるために訓練されていない限り、結構すぐに懐くものだから、どちらにせよ簡単に家に侵入され、あとはご察しの通り貴重品を盗まれる羽目になるのです。家を売るとき、オンラインで広告を出すのは一般的な方法ですが、買い手だけではなく泥棒もこのような広告を見ていることをお忘れなく。掲載された写真や間取り図で泥棒はバーチャルツアーができちゃいます。侵入経路や逃走経路を見つけるのもお手の物。空き巣に入るには便利すぎますね。5番目はホームセキュリティの導入。盗難を防ぎ、万が一盗難に入られた場合、通報してくれるシステムです。データによるとホームセキュリティのない家は3倍近く侵入されやすいそうですよ。種類は豊富にあり、値段の高いものから手頃なものまで様々です。業者に依頼する必要もありません。Amazon で販売されているこの DIY セキュリティシステムは便利な機能を備えたお手頃価格の機器の一例です。簡単に設置できるように設計されており、取り付け方法はソフトウェアと製品のアプリで説明してもらえます。しかもネジや工具、穴開けなどの手間がかかりません。緊急出動も早く、必要な際はすぐに通報してくれます。簡単に設置できるので短期滞在者にも最適です。犬が家の中を歩けるなら泥棒も歩けるとさっき言いましたよね。しかし泥棒に厳しいテクノロジーはもちろんあります。このホームセキュリティはペットを認識しつつ侵入者を検知してくれます。センサーは窓やドア、コーナーに設置できますが、ペットによる誤作動を避けるため調整してください。特に寮のような共同住宅ではドアストップアラームを利用すればより安心です。非常にコンパクトな製品で、休暇先に持って行って設置することだってできますよ。もちろん日常生活でも使えます。ドアストップアラームはどんなドアにも内側から設置できます。ドアストッパーのように使いますが、ドアは閉じたままにしてくれます。どのような仕組みかというと、アラームが作動すると侵入者を中に入れず、うるさい警報が鳴り、家の持ち主や近所の人を起こしてくれます。こちらも Amazon で売られていますよ。また元窃盗犯のマイケルは泥棒のように考えることを勧めています。泥棒はどうやって侵入するのだろうと自問自答してみてください。あなたの家の脆弱な箇所を発見する良いトレーニングとなります。家の周りを歩いてみてください。簡単に開けられる窓はないですか？あ、机の上に置いたノートパソコンが外から丸見えですね。街角といえば、テレビやパソコンなどの新しい電子機器を購入したら製品が入っていた空き箱を捨てないこと。これは泥棒への招待状のようなものです。家の中に高価な電子機器があることがバレてしまいますからね。箱は分解してリサイクルに出すようにしましょう。残念ながら1階の窓は住宅侵入の 23% で侵入経路となっています。ワイヤレスアラームを購入すればこれも防げます。玄関ドアはダブルシリンダーデッドボトルを設置すれば安全。同様に人感センサー付き照明も有効です。家に死角はありませんか？暗視機能付きセキュリティカメラにアップグレードしましょう。家の外ではなく中で起きていることを確認したければ、このような防犯カメラをおすすめします。 OB ロボティックモバイルスフィアはボール型で中にカメラが搭載されており、広い視野が特徴です。また例えば会社で勤務中に家で待つ愛犬と遊びたいと思ったとします。あなたがこの機器を遠隔操作し、愛犬は自宅でボールを追いかけるなんて遊びもできるんです。あ、これは防犯対策の動画でしたね。ペット用おもちゃは別の動画でご紹介することにしましょう。フェンスに関しては衝撃的な真実があります。ほとんどの人はフェンスは自分の財産を守ってくれる守護神のようなものだと思うのではないでしょうか。しかし高くて頑丈な塀でも信じているほど安全ではありません。泥棒が何よりも避けたいのは見つかること。夜間にフェンスのある家に侵入したら姿を完璧に隠せます。
近所の人にも全く見えません。透視能力がない限り、柵を設置するなら登りにくいものが良いでしょう。フェンスを持つポイントの一つは、プライバシーのためにフェンスを設置したければ、金属製のフェンスや針金、杭がついたフェンスは侵入者が飛び込みにくいです。というわけで、空き巣対策をいくつかご紹介しました。アドバイスをいくつか実行すれば、空き巣を予防し狙われにくくなり、より安全を確保できるでしょう。あなたは空き巣に入られたことがありますか？もしあったら、他にも気をつけるべき点をコメント欄で教えてくださいね。世界一危険な鳥というと、ワシとかハゲワシを想像するでしょうか。でも驚いたことに、そのような恐ろしいとされている鳥よりも、ヒクイドリの方が大きな危害を与えることがあるんです。最も大きなヒクイドリの種は、平均的な人ぐらいの身長、そして体重があるものもいます。このぽっちゃりした鳥は飛ぶことができませんが、安心するのはまだ早いですよ。高速で走るこの鳥から逃げることはできません。泳ぎもうまいので、水中でも捕まってしまいます。時速 50km で走ることができるので、怒ったヒクイドリが追ってきているなら、車で逃げなければならないでしょう。でも襲ってくるのは稀なので、それほど心配はいりません。鳴かない白鳥は優美で美しい動物です。少なくとも見た目は。ですが、 13kg ほどの身近な鳥だと思い、触れるのはダメですよ。翼の中にある骨のような毛爪で敵を攻撃するからです。翼腹が約 2.5 メートルあるその翼で叩いてくる上に噛むんですよ。だから近づかないでくださいね。特に子供の白鳥が近くにいる場合は、人を追ってくることがあります。それに、鳴かないというのは誤解なんです。大きなシュッという声を出したり、吠えるように威嚇することがあります。その場合は、近くに寄りすぎているという警告ですよ。人間とカササギは、昔からおかしな愛憎半ばのような関係でした。中ぐらいの大きさの鳥で、かなり攻撃的になることもありますが、適切な扱いをすれば、友好的な関係を築けるでしょう。彼らは人間の顔を認識し、美味しい食べ物をあげた人のベランダに戻ってきます。でも怒らせると、そのことも覚えていて恨みを抱きます。だから気をつけてくださいね。ペリカンは愛の象徴で、子供を守るためならいつだって自分の命を犠牲にすると言われています。なるほど、獲物を噛み砕いたり引き裂いたりせず、そのまま飲み込めるのもうなずけますね。だから彼らの巣には近づかないでください。人間は小さな魚じゃありませんし、ペリカンのくちばしは人間を食べるには小さすぎますが、それでも噛まれたくないですよね。次もペリカン目のハシビロコウです。鳥としてはかなり背の高い 1.5 メートルで、人間の平均身長より少し低いぐらいです。そのおかげで、ワニと戦うことだってできます。まあ、赤ちゃんワニとですけど。でも、強力な顎の一撃だけで戦いに勝利することができるんですよ。それでもまだ怖くないって？彼らは血の凍るような鳴き声を発します。超大作アクション映画に出ているような気分になりますよ。臆病なダチョウは恐れるに足りないって思いますか？いえいえ、そんなことはありません。まず彼らは頭を砂に突っ込んだりしません。これは錯覚なんです。よく考えると、砂の中では息ができませんよね。それに、彼らは子供に対して過保護です。何者かが子供に近づくと、このヘビー級の獣が街を走る車ぐらいのスピードで突進してきます。それでも怖くない？この事実はどうでしょう。ダチョウはニワトリと同じで、現在生きている動物の中で最もティラノザウルスに近いんですよ。不快な匂いを別にすれば、スメバケイはおおむね無害ですが、ヒナの翼は危険です。ヒヨコの翼には他と異なる鍵爪があり、いろいろと役に立っているんです。まずは捕食者から身を守る役割、そして巣から落ちてしまった場合に木に登るのにも役立ちます。成長すると乳歯と同じように、この鍵爪はなくなります。大きさは関係ないこともあります。ハチドリはとても代謝のいい鳥です。
もしあなたが普通の体重を保とうとするなら、1日に 150kg の食べ物を必要とします。でもハチドリの寿命は短く、たった3から5年なんです。髪を染める人は、実はヒゲワシと共通点があるんです。目的を持って染料を使うのは、おそらく地球上で人間とヒゲワシだけでしょう。ヒゲワシは赤土で羽を染め、他の鳥に自分の優位を示します。人間はというと、気分を変えたいだけですかね。カリフォルニアコンドルは飛行機ほどは大きくありませんが、それでも巨大です。翼長は3メートル近くもあるんですよ。人に危害を与える可能性もありますが、出会う可能性は低いです。アメリカに200羽ほどしかいませんからね。冷蔵庫に何か美味しいものがないか探しても見つけることができないとき、オーストラリアツグミなら冷蔵庫におならをするんです。気持ち悪いですが、彼らはこうやってミミズを探すんですよ。ガスで攻撃してショックを与えると、ミミズは簡単にオーストラリアツグミの獲物となります。鼻をつまんで召し上がれ。臭い話はおしまいにして空を見上げましょう。毒を持った鳥がいるなんて思わないと思いますが、いるんですよ。ズグロモリモズです。研究でこの鳥を扱った後、しびれや灼熱感があるということがよく起こったことから、毒があることが分かりました。羽の特に裏側に多量の毒素を持っているんです。自分自身で毒を作るわけではなく、食物とする甲虫類から毒を得ていると考えられています。スメバガンはどうでしょうか。この鳥も毒を持っていることで有名で、土飯苗を食べることから毒性を得ています。触っても安全ですが、食べると取り返しのつかないことになりますよ。火を通しても毒素はなくなりません。他にも食べない方がいい鳥にヨーロッパウズラがいます。普通のウズラと間違えないでくださいね。ヨーロッパウズラはとても毒性が高く、肝不全のような恐ろしい結果を招きます。これはこの鳥が食べる草のせい。でも幸い毒があるのは移動する季節だけで、移動しない時期は美味しくて食べても安全なんです。安全かどうか確信が持てないときは食べるのはやめておきましょう。ふわふわで可愛い白フクロウを見つけたら目を閉じて逃げましょう。純真に見えるかもしれませんが、カミソリのような鋭いかぎ爪を巧みに使うんですよ。そして頭や目といった弱点を狙ってきます。甘く見ないでくださいね。もう一種類出会いたくない鳥は茶色モズツグミです。早口で言ってみてください。茶色モズツグミ。無邪気そうな目をした小さな鳥ですが、騙されないでください。この見た目を覚えておいて絶対に触らないでください。悪名高い中南米のヤドクガエルと同じぐらい有毒ですからね。ズアオチメドリは体は小さいですが、毒性メカニズムのおかげで無敵なんです。食べるのは毒性を与えてくれる特定の種類のカブトムシだけです。触っただけでもおそらく中毒症状でしびれが来るでしょう。加熱しても毒は消えませんので、それは避けられないことです。イヌワシは鳥界のパワーリフティング選手です。最高で 1.8kg を持ち上げることができるんですよ。カメなどの獲物も軽々持ち上げます。この最強の鳥は幼児を連れ去ることもできますが、実行することはありません。またモンゴルでは狼狩りにこの鳥が使われているんです。カナダガンは長年人間の近くに生息してきましたが、特に発情期、人間が彼らの巣に近づくと警戒します。その時期、ガンは卵やつがいの片割れ、ヒナにとって脅威となると判断すれば、人間を追いかけて噛むこともあります。攻撃されたくなければゆっくりと交代するのが一番です。空を飛ぶロマンティックなカモメが脅威になることなんてないように思えます。最悪糞を落とされるだけじゃないかってね。でもそんなことはないんですよ。とても攻撃的になることがあるんです。多くのカモメの種は理由もなく攻撃してくることはありません。
ですので気をつけるべきことは彼らに触らず巣に近づかないということです。もしタイムマシーンが発明されたら絶滅した鳥に十分気をつけてくださいね。ベロキラプトルは他の恐竜と同様中生代の生き物、実はカギ爪と羽がある鳥で爬虫類ではないんですよ。カギ爪は短剣のような形で何でも切ることができますので要注意です。未来に行った時も気をつけてくださいね。どんな鳥がいるか分かりませんから。道を歩いていると駐車メーターの隣に QR コードが。ついさっき車を止めたわけで、するとなんだかこのコードが気になりますね。そうか、最近の駐車場はこうやって支払うんだな。そう思ったあなたはスマホを取り出してスキャンしてしまいました。開いたリンク先はなんだかフィッシング詐欺臭いサイト。しかも多額のお金を支払えと警告してきます。周りには助けてくれそうな人が誰もいません。2時間の駐車料金にしてはあまりにも高すぎるしな。まあいいやと支払い手続きを進めたあなたは銀行残高を見てショックを受けます。預金がほとんどなくなっている。すぐさま銀行に連絡をし、口座の凍結とお金の返却を求めました。頭をかきながら周囲を見渡しますが、通る人々は誰も、街がこの QR コードで埋め尽くされていることを気にしてすらいないようです。他の人に見せると彼らは彼らで驚いていますね。 QR コードはクイックレスポンスコードの略。簡単にスキャンすることができ、それで情報が手に入ります。数秒で何かにログインしたりメニューの注文が行えるのです。確かにこのおかげで日々の生活は楽になりました。しかしこれを悪用しようとする人が結構いるんです。多くの専門家が道端で見つけた QR コードに安易にアクセスしないように呼びかけています。詐欺系のウェブサイトに接続され、個人情報や銀行口座番号が抜き取られ、預金が盗まれる被害が起こる恐れがあるのです。先ほどの駐車場でも同じことが起こっていましたね。アクセスしたのは偽のウェブサイト。あなたはそこで銀行口座をはじめ全ての個人情報を晒してしまいました。これで詐欺師たちはあなたの銀行口座にアクセスして好き放題お金を引き出すことができてしまったのです。さらにメールアドレスや携帯番号なども取られるケースもあり、ウェブサイトが信頼できないのであれば、このような情報は入力すべきではありません。 SNS 上でも同様の手口に引っかかり、財産を失っている人が数多くいます。公共 Wi-Fi を利用する人も同様の被害に遭っています。カフェや空港、公園といった場所で Wi-Fi を利用する場合は、自分のいる場所の名前のネットワークに接続するようにしましょう。例えばフリー Wi-Fi、店名といったような、何も考えずに接続してしまうと、ログインにメールアドレスとパスワード、その他の個人情報を要求するサイトに飛んでしまう場合があります。多くの場合は健全なサイトですが、中には個人情報を抜き取る目的で仕掛けられた罠のようなサイトもあります。相手の思うがままの情報を入力してしまう羽目になるので気をつけて。住所や職場といったさらなる追加情報を求めてくる場合も注意が必要です。これを回避するベストな方法は、店員や係員などに安全なネットワークに接続できるかどうかを尋ねること。頻繁に利用する場所でリモートワークを行う場合は、必ず前回安全だと確認して使ったものと同じネットワークを使用することも大切です。また最近は受信メールも信用しすぎてはいけません。特にいきなり何かに当選したり、おいしい話を持ちかけてくるようなものには騙されないように。このようなメールはあたかも本物であるかのような形で送られてきますが、その細部に注意を向けるとおかしな点がいくつもあります。言葉遣いなどがおかしい、まるで片言だったり、まともな文章ではなさそうであれば警戒が必要です。署名欄が存在するかどうかの確認もすると良いでしょう。大抵の企業が送信するメールには差出人の名前と肩書きが書いてあります。詐欺メールには通常リンクが貼ってあり、これを利用してあなたの個人情報を徹底的に吸い出そうとします。差出人が信用できる相手かどうかを確認するのも大切です。メールが企業名以外で終わっているというのも怪しいサイン。上司や同僚、友人といった知人になりすましてメールが送られてくる場合もあります。
非常にそれっぽい語り口で、まるで本人が送ってきているかのような偽装がされていることもあるので気をつけましょう。偽物である可能性があります。返信したり情報を与える前に一度確認を行うのが安全です。標的には大企業の重役なども含まれます。釣り上げたらでかい魚だというわけです。メールにはセンシティブな情報を吸い出すリンクが貼られている場合もあり、情報を与えてしまうと逆に利用される恐れがあります。インターネット上で自分自身の身を守るには集中力と労力が必要ですが、大切な情報を守る方法はたくさんあります。 QR コードの例は私たちの生活を楽にしてくれるはずのものが悪用されているケースでも大丈夫。すべての QR コードが悪者というわけではありません。世に出回る新技術は必ず何らかの悪用がされるのが相場なのです。私たちが知るインターネットは Web3.0 の時代を迎えようとしています。インターネットは60年代に生まれ、アメリカ中の大学同士のコンピューターをつなぐ目的で開発されました。最初にこれを使用した大学は4つ。しかしやがてより多くの大学が参加するようになり、この動きはヨーロッパにまで波及しました。こうしてインターネットは今の形へと近づいていくことになったのです。インターネットが繁栄し始めたのは90年代で、この頃のインターネットは Web1.0 と呼ばれています。要するに全てのウェブサイトはただ情報が置かれているだけの時代で、利用者がそのウェブサイトの情報を変えることはできませんでした。この時に広まったインターネットは新たなコミュニケーションと情報収集の手段として受け入れられていったのです。インターネットに人々が自由に物をアップロードするようになるまでは時間の問題でした。ブログやフォーラム、コメント欄、レポートページ、メッセージポータルはインターネット上での人々同士の交流を可能にしたのです。 Web2.0 の時代は現代の SNS の人気を高め、人々は独自に音楽や映像をアップロードして世界中の家族や友人たちと交流をすることができるようになりました。これは素晴らしい時代の幕開けでしたが、一方で欠点もありました。インターネット上に挙げられている個人について誰でも好きに調べることができるようになってしまったのです。現在個人のプライバシーというものはほぼありません。また Web2.0 の最大の問題点は、個人がコンテンツをネットにアップロードした際、そのコンテンツがその人だけのものとはなり得なくなってしまう点でした。 Web3.0 はブロックチェーン技術によって可能になります。これはさらに革新的なインターネットで、ブロックチェーンとはどんなユーザーにおいてもやり取りを透明化して誰でも見られるようにする技術です。つまり例えばアート作品をネットにアップした場合、そのオリジナルの作者があなたであることが公開されます。その他の誰もそのアートが自分のものであると主張することはできません。これがオンライン上のやり取りされるあらゆるものに適用されます。このことで著作物を作った人たちの権利が守られることになるのです。2022年はまだまだこの時代の幕開け。この先さらなる進化が待たれることでしょう。また企業は現在、人をバーチャルリアリティ上に送り込むことができるメタバースを開発中です。メタバース内では人々と交流をしたり、物を買ったりと世界とやり取りをすることができます。自分好みのどんなアバターにもなれ、好きな服を着ることができます。宇宙飛行士の服を着たければそれもよし、メタバース上のあらゆる場所へ移動して変なアバターに会いに行くこともできます。ワークプレイスでは自宅にいながらにして同僚たちと会議に出席することもできます。ゲームもプレイヤーがどんな人物にでもなれることで、さらなる体験を与えてくれるようになるでしょう。これが数年で訪れる未来の姿なのです。ホテルの部屋にチェックインし、 Wi-Fi に接続し、ベッドに飛び乗り、新しい窓からの眺めを15枚の写真に収めて投稿。最初の興奮が冷めた頃、大型テレビに不審なランプが点滅していることに気づきます。もしかして誰かに監視されているのか、それともスパイ映画の見過ぎか。隠しカメラにはいろいろな形や大きさがあります。大きなものはすぐに見つかりますが、小さなものは本当に目立たなくすることができます。家具の裏、装飾品や通気口など気づかれにくい場所に隠れていることが多いんです。
目覚まし時計、写真立て、花瓶、ランプなど日常的に動かせるものに隠すことができる特別なカメラもあります。これらのものが変な角度に向いていないか、ベッドやバスルームが一番よく見えるように配置されていないかチェックしてみてください。すべてのカメラにはレンズがついているので、隠しカメラを見つける最も簡単な方法はレンズの反射を探すことです。電気を消してゆっくりと懐中電灯、レーザーポインターまたは特別なワイヤレス検出器で部屋をスキャンします。検出器には赤外線スキャンライトと照明がついています。反射する赤い点を見つけたら懐中電灯で隠しカメラがあるかチェックしましょう。通気口はもちろん、壁や天井の穴や隙間も必ずチェックするように。高度な検出器の中にはカメラが見ているものを表示するものもあり、発見して無効にするのがより簡単になります。ただし検知器は電源が入っていて正常に動作しているカメラにのみ機能します。携帯電話も隠れた脅威を見つけるのに役立ちます。Bluetooth をオンにして歩き回り、画面に知らないデバイスが表示されるかどうかを確認します。もう一つのアイデアは、ホテルで使用している Wi-Fi ネットワークに接続されている全てのデバイスを表示するスキャナーアプリをインストールすることです。スキャンが終わったら IP カメラや CAM と呼ばれるデバイスのリストを調べます。さらにスマホを自撮りモードにして電気を消してカーテンを閉め、画面に集中しながらゆっくりと部屋の中を見渡して、画面に紫や白の光が映り込んでいないか注意してみてください。友人や家族に電話して探偵ごっこをしながら部屋の中を歩いてみるのもおすすめ。隠しカメラは一種の高周波を発しているはずなので、電話の通話信号を妨害する可能性が高いんです。部屋のある場所で通話中に変な音が聞こえ始めたら、よく点検してください。照明のスイッチやコンセント、ランプなど普段は気にしないようなものもチェックしてみましょう。少し曲がっていたり、穴が開いていたり、位置がずれているように見えたら、誰かにいたずらされたサインかもしれません。スパイ機器の多くは配線を必要としますが、その配線を隠すためにビニール製の幅木に隠したりすることも。そのため床と壁の境目も要チェックポイントです。凹凸や変色はそこにマイクが隠されているサインかもしれません。コインより小さな天井や壁のシミも同様です。もし隠しカメラや不審なものを見つけた場合は、恥ずかしがらずにホテルの管理者や旅行会社に知らせてください。その際、自分で触ったり動かしたりしないようにしましょう。ホテル側が全否定した場合は地元の警察署に連絡してください。部屋の中にカメラがないか確認したら、鏡もチェックしてみてください。向こう側から誰かが見ている可能性があります。まず鏡が壁に埋め込まれているか、調整可能かどうかを確認します。鏡が半透明であれば壁に埋め込まれているはずです。鏡を確認するための簡単なテストができます。指先をガラスに押し当て、指を離すと指紋が残るくらい強く押します。指紋をよく見て、ガラスがあるべき場所で指紋と鏡の間に小さな隙間があれば、それはただの鏡です。半透明の鏡の場合は隙間はありません。鏡が半透明かどうかを確認するもう一つの方法は、単純に叩いてみることです。向こうから誰かが見ていれば、鏡は空っぽの音を立てるはずです。マジックミラーは自分の側よりも反対側の方が明るい光が必要です。鏡に近づき、両手で目の周りを囲んでみてください。鏡の裏側に光が見えますか？もしそうなら、誰かに見られているかもしれません。部屋を出る前や寝る前に、すべてのドアが確実にロックされていることを確認してください。部屋の入り口だけでなく、テラスがある場合は、そこに続くドアも含めてです。宿泊する場合は、携帯用のドアロックを持参すればより安全です。またドアを閉めるためのアームにベルトやバッグのストラップを巻きつけるのも良いでしょう。バックルをして何度か巻きつけると、さらに保護が強化されます。また眠りにつく前のアイデアとして、ドアの脇に物のピラミッドを作るというのもあります。コップやマグカップでも十分です。もしあなたが寝ている間に誰かが中に入ろうとしたら、大きな音が発生することになります。侵入者は静かに行動したがるので、侵入を諦める可能性が高いですよ。貴重品を持って旅行し、部屋の周りに置いておくのが不安な場合、部屋の中にある金庫に入れることもできます。しかしそれらの金庫は、万が一の時にホテル側が開けられるように鍵の代わりにパスコードが使用可能な場合があります。
ですから自分の金庫を持ち込むのもおすすめ。アマゾンなどで本型金庫が売られています。丈夫な金属と質感のある紙でできていて、コンビネーションロック付きでパスポートや現金、宝石を入れるのに十分なスペースがあります。ノートパソコンを部屋に置いていかなければならない場合で、 USB ドライブを挿してデータを盗む人がいないことを確認したい場合は次のようにします。 USB ポートの横に水の入ったボトルなどを置いて、親指1本分の距離を測ります。誰かがノートパソコンにデバイスを接続するためにはボトルを移動させる必要がありますからね。さらにもう一歩踏み込んで、ある角度でノートパソコンに平行にペンを落とすこともできます。コンパスアプリを使ってスマートウォッチやスマホで角度を測ることができるので、動かされたらすぐにわかります。また入室しないでくださいというサインを使った方法で、留守中に誰かが部屋に入ったかどうかを調べることもできます。慌てて出て行ってドアとドア枠の間に誤って看板が挟まってしまったように見せかけましょう。帰ってきて看板がドアにぶら下がっていたら、誰かがそれを無視して部屋に入ったのでしょう。その場合はレセプションに連絡して一緒に部屋に入る人を派遣してもらい、安全を確保することができます。自分の持ち物や身の安全と同じように部屋の清潔さにも気を配るなら、おすすめのアイデアが、ホテルのハウスキーピングは8時間の勤務で最大20室を担当するのが普通です。つまりあなたの部屋を担当する時間は30分もないのです。ベッドメイキング、部屋とバスルームの床掃除、ゴミ箱の開け方、ホコリの取り方などには十分な時間を費やしますが、照明のスイッチ、ドアや引き出しの取っ手、リモコンなど小さなものを掃除する時間はほとんどありません。そしてこれらこそよく触るアイテムですよね。トイレよりも雑菌が多いこともありますから、あなたの手に細菌がつかないようにしたいのなら、触る前に全てのものをきれいにできる量の抗菌ウェットティッシュを使用するのをおすすめします。 43.8 秒に1回起きていることって何だと思いますか？それはアメリカにおける自動車の盗難。そう、1分に1度以上誰かが大切な車を盗まれているのです。アメリカでは2020年だけで車の盗難が80万件以上報告されています。最もよく盗まれた車種フォードピックアップは犯罪者に選ばれたで賞を受賞しています。また最も盗難が多かった日は元旦だそうですよ。車の盗難防止対策はしっかりしておく必要がありそうですね。まず最初に、運転中に車を盗まれる可能性は非常に低いのですが、一旦駐車するとその可能性は非常に高くなります。だから駐車する場所はしっかり選ばなくてはいけません。時には少し離れている場所であっても明るい場所に車を止めておくためには歩く価値はあるでしょう。駐車禁止のエリアに駐車された車は時々レッカー移動される場合があります。しかし全てのレッカー移動が合法ではないことが判明しています。自分の車の近くでレッカー移動をしているのを見かけたら、本物か偽物か確認してみてください。本物のレッカー車には少なくとも社名などがあり、職員は制服を着ているはずです。運転中に車を盗まれる可能性は低いと先ほど言いましたが、残念なことに例外はあります。車上荒らしは運転手が車内にいようがいまいが気にも留めません。これを防ぐには車の中にいる時も必ずドアをロックすることです。車上荒らしは車の所有者を車からおびき出すために巧妙な手口を使います。罠を仕掛けて交通事故を演出することもあります。ですから車が後ろから追突されても座席から飛び出して様子を見ようとはしないでください。しばらく待ってから車を止めましょう。また周囲に人がいる場所に停車してください。万が一不審に思った場合は警察に通報するのがベターです。愛車を守るためならお金を出しても良いという方への朗報です。リモートエンジンスターターの取り付けをぜひ検討してください。寒い地域に住んでいて乗る前に車のエンジンを温めておく必要がある人にとって便利なこの装置。でもこの装置の最大の利点は、リモートスタートしただけではギアを変えることができないので、こうやって始動させた車で走り去ることができないことです。
どんな車にも車体番号があります。きっとあまり気にしたことがない番号だと思いますが、これを利用できるんです。泥棒が盗んだ車を転売するときは車体番号を変更します。盗難車であることを偽装するために似たような車の別の車体番号に改ざんするのです。しかし車の窓ガラスすべてに車体番号をエッチングで刻印しておけば、犯罪者は車の持ち主がなかなか手強いことを瞬時に見抜きます。そのような車は彼らにとって盗みの対象から外れるでしょう。うまく盗んだところで車体番号を変えなくてはいけない上に、番号が刻まれた窓をどうするか考えなければいけません。おそらく窓ガラスを完全に交換する羽目になりますが、それにはお金がかかります。だからこのような車を転売することは犯罪者にとっては手間も費用もかかりすぎるので、盗む方も割がありません。いちいち窓ガラスの対処法を考えるほど勤勉ではないのです。ってそもそも働いていませんからね。ちなみにこのガラス刻印施工は自分でやらなくても専門業者に頼んでやってもらえますし、購入時のオプションにもなっている場合もあります。ところで中古車を購入する場合、車体番号は非常に役に立ちます。車によっては車体番号が偽物の場合があり、後から追加されたクローン車もあるので、中古車を購入する前には書類をすべてチェックするのが賢明です。車検証に記載されている車体番号が車両に打刻された車体番号と一致しているか、しっかり確認しましょう。もう一つ愛車を守ってくれるアイテムをご紹介しましょう。スマートカーアラームと呼ばれるもので、目覚まし時計の音よりもさらにひどい音で警告してくれます。これには2つの効果があります。1つ目は超大音量の音で泥棒を追い払い、周囲の目を引きつけて目撃させること。第2に耳をつんざくような音が聞こえない場合に備えて、所有者のスマホに警告を送ってくれます。車の盗難防止対策はまだありますよ。イグニッション、バッテリー、燃料ラインなど、あらゆる場所に配線できる緊急停止ボタンを設置することができます。車から降りたらスイッチを押すだけでいいのです。たとえ車泥棒があなたの鍵を盗んだとしても、鍵は何の役にも立ちません。彼らはまず車を始動させるためのスイッチを見つける必要があります。そのスイッチをどこに隠すかはあなた次第です。車のセキュリティは高ければ高いほど良いということは周知の事実。テスラなどのハイテクカーはここ数年最も盗難の少ない車種となっています。しかし最新だからといって安全で盗難されないというわけではありません。ハイテクな車の多くにはエンジン管理診断ポートがあります。とても便利そうですが欠点もあります。これらのポートを使って車のロックを解除したり、車を始動させたりできるんです。ですから、もしあなたの車にそのような機能があるのなら、ロック可能なカバーを手に入れることを検討してください。車を離れるときは、必ず窓を閉めたかどうか確認しましょう。わずかな隙間であっても、車泥棒がドアを開けて車を盗むには十分なのです。そんな当たり前のこと、と呆れないでくださいね。窓が開いたままの車を毎日毎日そこら中で見かけているんですから。泥棒が本気で何かを盗みたかったら、重いものや石で窓ガラスを叩き割ります。何を言いたいかわかりますか？車上荒らしをしたいと思わせないようにすることが肝心です。つまり貴重品が見えないようにすることです。ノートパソコンや財布をフロントシートに置くのはやめましょう。トランクに隠すか、携帯するか、選択肢はたくさんあります。何としても、泥棒に、この車から何か盗めるよ、ということを見せないでください。スペアキーをグローブボックスに入れておくのも賢明ではありません。泥棒は、どこに鍵が隠されがちなのかを知っています。車を開け、グローブボックスを開ければ、あとは思いのままなのです。これだけ言っても、貴重品は車内に、スペアキーはグローブボックスに入れておくのがやめられないとしましょう。そうしたいなら仕方ありません。それなら、ハンドルロックの取り付けを検討してください。機能的にはそれほどでもないでしょうが、専門家は
視覚的な抑止力として有効だと考えています。泥棒は怠け者で、いろいろな設備をいじくり回したがらないという話を覚えていますか？専門家によると、泥棒はハンドルロックがついた車は狙わない可能性が高いそうです。車を開けられたとしても動かせないのですから、ハンドルロックを取り外すのはそんなに簡単じゃないですもんね。さて、一番わかりやすい車の盗難防止法、それは防犯カメラ、暗視モードがあるもの、人感センサー機能があるもの、超高解像度のものなど種類は豊富に揃っています。本物の防犯カメラを使えば24時間365日愛車を監視できますが、そんなお金をかけたくない場合は、せめて偽物だと分かりにくいダミーを設置しておくのもおすすめです。さて、最悪の場合を想像してみましょう。すべてのアドバイスを無視して車を盗まれた人がいるとします。そうなった場合どうすればいいのでしょうか？まず警察に車の情報をすべて提供する必要があります。車体の色を確認し、分かりやすく伝えられるようにしておいてください。また車のメーカー、年式、モデルも必要です。これらの情報はすべて控えておいてください。また車のナンバーと車体番号も警察に知らせなくてはいけません。暗記していない場合は念のためスマホにメモしておきましょう。強盗はあなたの住む地域でも増えています。自分の家が被害に遭いやすいかどうか知りたいですよね。ホームセキュリティを装備していない場合は、今夜寝る前に玄関のドアのノブにアルミホイルを巻いておきましょう。そうしておけば、あなたが眠っている間に誰かがこっそり侵入しようとしたかがわかります。朝起きてホイールが少し破れていたとしたら、誰かが来たということで、おそらくまたやってくるだろうということです。他にはマグカップをドアノブに引っ掛けておく方法もあります。ノブが回るとカップが落ちるので、その音で目が覚めて侵入者を阻止することができるかもしれません。心配なのは最近業者が家に来たことです。彼は隣で仕事をしていて、トイレを貸してくれないかとあなたに頼みました。あなたは断って、その時は申し訳なく感じましたが、それは賢明でした。アメリカで起きる強盗の犯人の約 60% は知っている人、または過去に会ったことがある人なんです。その業者はトイレに行っている間、あなたの家の何かを調整して、後に侵入するとき戻りやすくするかもしれません。そしてあなたの家にどんな防犯システムが導入されているかをよく確認したり、構造上の欠陥をチェックしたり、貴重品を見つけたりしたかもしれません。今日は待ちに待った旅行に出かける日です。家ができる限り安全になるよう準備しましょう。郵便受けがいっぱいになっていると、真っ先に泥棒のターゲットになります。留守中は近所の人に郵便物を取っておいてもらいましょう。よく手入れされた家は、あなたがいつも家にいるということを示します。芝生や生垣をいつもちゃんと飼っているなら、旅行中もキープできるよう手配をする必要があります。冬であれば、家の周りに足跡のない雪が積もっていたら標的になってしまいます。あなたが家にいるように見せかけるため、近所の人に足跡をつけてくれるように頼むと危険を避けられるでしょう。第一の防御手段として優れている生垣はいろいろあります。幸いあなたの家には柵に沿って葉の尖った背の低い木が生えています。もしあなたの家の敷地に誰かが入ってきて尖った茂みに着地したら、痛みで声を上げることでしょう。これで近所の人が侵入者に気づくことができます。それに後に証拠として使える服の断片が木に引っかかるかもしれません。旅行の準備として、出発の1週間前にカーテンを1日のうちのいろんな時間に開けたり閉めたりしました。誰かがあなたの家を偵察している場合に備えて、開け閉めする時間は不規則にしたため、外出中に開いていても問題ないのです。侵入強盗犯は数日かけて近所を歩いたり車で回ったりします。そしてそれぞれの家の行動パターンを確認するのです。彼らが好まないのは自警団です。犯罪者は偵察を始める前にリサーチをして、自警団のある地域を避けます。帰ってきたら自警団を組織するといいでしょう。高価な電子機器は窓の近くから動かして、高いものは見えないようにしておきましょう。戸棚や見えない部屋に置くといいですよ。テレビは大丈夫です。
大きすぎて持ち出すのが大変ですから、泥棒はもっと小さな iPad やゲーム機器などを好みます。箱に入れた宝石など小さくて高価なものは秘密の場所に隠しておきましょう。意外と子供部屋がいいんですよ。おもちゃには大抵価値がありませんので、侵入強盗犯たちは子供部屋に入らないことを認めています。保険請求する時のために、すべての電子機器のシリアルナンバーの写真を撮って一覧表を作りましょう。侵入の 95% は力ずくで行われるので、窓やドアを補強しておきましょう。裏庭に置いてあるスツールや椅子、はしごはガレージに入れて片付けましょう。そうしないとエアコンの室外機など高いところにある入り口に簡単にアクセスしやすくなってしまいます。エアコンの設置場所は泥棒が好む侵入口です。補強する方法がなく、剥ぎ取りやすくて入りやすいのです。よじ登れないようにしておきましょう。強盗犯は弱いドアなら1分以内で壊すことができます。木製でなく金属のフレームをつけて補強しましょう。蝶つがいと鍵は泥棒が諦めて蹴るのをやめるまで壊れない強さがあるようにしてください。最後の弱点は錠前です。経験豊富な泥棒であれば簡単にピッキングされてしまいます。防犯用のシンプルな保護錠で固定すれば絶対に動きません。ガレージの扉の蝶つがいは外側に回り弱いので、ピンを外すことによって入られてしまうことがあります。防犯機能のあるピンに取り替えて取れないようにしておきましょう。そして最後に、ガレージの頭上の扉は泥棒がまず最初にアクセスしようとする場所です。完全に開けられないようにする鍵はないので、掛け金にレールがつながるようにして南京錠をつけて固定しましょう。あなたのガレージにはそのように取り付けられないので、レールの一つのローラーの上にドリルで穴を開けて南京錠を取り付けます。窃盗犯は縄張り意識が強く、忠実に家を守ろうとする犬を恐れます。調査によると、泥棒に入られた家のほとんどには犬がいませんでした。泥棒は盗んでいるとき注意を引きたくないからです。残念ながらあなたは犬を飼っていません。ですが、正面玄関の外に犬用のご飯や水用のボールを置いておくと泥棒が入りにくくなります。窃盗犯たちは技術を現代のテクノロジーに合わせて変化させました。犯罪者の5人のうち4人は Facebook や Twitter などの SNS や Google マップを使ってターゲットを見つけています。家の鍵が写った写真を投稿するだけでも、ズームして同じ大きさの鍵のコピーを作ることができます。旅行中は自宅の Wi-Fi を安全にし、パスワードを新しく強いものにしましょう。盗まれるのは物理的なものだけではありません。パスワードやアクセスコードといった貴重なデータはネットワークから盗むことができます。そして害のあるマルウェアによってデバイスがウイルス感染する恐れもあります。家を Google マップから完全に消すこともできるんですよ。家の住所を入力しましょう。そして家のストリートビューを表示します。オプションボタンをクリックして問題を報告を選択します。すると家の画像が映ります。赤い四角を動かすオプションで家を覆います。次は私の家の下にあるオプションで選択した場所をぼやけさせるよう依頼します。数日間で処理が完了します。旅行中ラジオをつけっぱなしにしてもいいことはありません。泥棒はターゲットにする家を探すとき、ラジオとテレビの音をチェックします。そして盗みを働くために戻ってくるとき、まだついているか確かめて誰も家にいないことを簡単に確認するんです。家にいることを示すもう一つの方法は、オリジナルの音声を作ることです。一日中ランダムに足音や会話、犬の吠える声などの環境雑音を再生できるものです。電気をつけっぱなしにするのもよくありません。あなたの家を見張っている人が特に夜間に気づきます。電気代も無駄になりますしね。旅行に出発する直前、ゴミを捨てなければならなくなりました。大きな箱がある場合は潰して分別箱に入るようにしましょう。どんな高価なものが最近届いたのかわからないようにするのです。最後のチェックです。すべてのドアに鍵をかけて窓も閉めます。さあ、これで旅行を楽しめます。ですが、絵のように美しい旅行先で楽しんでいるとき、現地にいる間は写真を SNS に上げず、帰ってくるまで待ってください。旅行中に投稿すると、事前にしっかり準備したことがすべて無駄になります。周りにいる犯罪者全員にあなたが家にいないことが分かってしまうのです。
アメリカでは毎年250万件住居侵入窃盗が起こりますが、近代的なホームセキュリティのない家は侵入される可能性が3倍になります。旅行から帰ってきたら設置した方がいいですよ。自治会の防犯パトロールは地域の住民がお互いに配慮し合う素晴らしい方法です。クリスマス休暇に出かけるなら、ご近所さんにあなたの家を見張ってもらえるようお願いしてみましょう。郵便受けから手紙を出したり、時々電気をつけたりといった簡単なことで構いません。そうすることで家に人がいるように見せかけ、望まれない侵入者のリスクを減らせます。クリスマスプレゼントはしっかり守りたいですからね。年末年始、空き巣もかなりクリエイティビティを発揮します。ドアや窓、物置の鍵を溶かされたケースもあります。これは極端な話ですが、実際に起こりうること。この時期はなおさら鍵に問題はないか確認してください。また被害に遭いにくい木製ドアやスチール製の複合ドアの設置も検討しましょう。車の鍵や家のスピアキーは空き巣の目に触れない安全な場所に保管しておくように。他の良いアイデアは、自分のものに名前や印をつけること。というのも、空き巣は個人を識別できるものを嫌うから。持ち物に名前、電話番号、住所が書いてあれば売るのは難しくなります。さらに警察もあなたのものを見つけやすくなります。ですから可能な限り貴重品には彫ったり縫ったりして個性を出してください。そうすることで万が一何か盗まれたとしても、あなたの元に戻ってくる確率が高くなります。ご近所さんに頼れなくても、家の留守中に誰かが在宅しているように見せる方法があります。照明にタイマーを使い、ラジオをつけっぱなしにしましょう。アイロン台と洋服の山を近くに置いておけば、外出したばかりのように見せることもできます。アイロンのスイッチを切るのを忘れずに。この時期、車にも特別な注意が必要です。クリスマスプレゼントを買って車に入れておくと、車は格好の標的になります。クリスマスプレゼントを車内に残したまま車から離れないようにしましょう。また泥棒に狙われないよう、常に明るい場所や車道に駐車してください。霜が降りた朝、フロントガラスを霜取りするためにエンジンをかけっぱなしにしたことはありませんか？絶対にダメですよ。キーをつけたまま車を放置するのはかなり危険です。ほとんどの人は、猛犬注意の標識は見知らぬ人を寄せ付けない方法だと考えています。しかし日中は犬が不必要にセンサーを作動させる可能性があるため、逆に家の周りに警報装置が設置されていないことを知らせてしまっているんです。空き巣にとって忍び込むチャンスが分かってしまいます。ですから、もし番犬を飼っていないのであれば、このサインをつけるのは考え直した方がいいかもしれません。ただし、アレクサに無料の番犬スキルを設定しておくといいかもしれません。遠隔操作で犬の吠える声やうなり声を出すことができます。これを聞くと誰でも侵入を考え直すはず。年末年始に届くクリスマスカードや年賀状にじっくり目を通すのは格別の楽しみ。でも、封筒やハガキをそのままゴミ箱に捨てると空き巣を喜ばせてしまいます。あなたやあなたの家族に関する様々な個人情報がバレバレですからね。ゴミ箱に入れる前に紙や包装は必ず破りましょう。またカードや手紙で郵便受けがいっぱいだったら、泥棒に留守だというのがバレてしまいます。郵便物を隠し、郵便受けから盗みを働かれないように、レターボックス用のカゴを用意するのもいいですよ。年末年始に外出する場合は、出発前に家を片付けておくのもいいアイデアです。スーツケースやバッグを出しっぱなしにしておくと、家の中が空っぽになり狙われやすくなります。家を出る前にベッドの下やガレージに隠しておきましょう。また紙のカレンダーは考え直してください。もしいつからいつまで旅行に出ているのか、日程が部外者の目につくところに書かれていたら泥棒にとって好都合。プライバシーを守りやすいオンラインカレンダーに切り替えるといいですよ。クリスマスツリーを窓際に飾ると絵に描いたように素敵ですよね。でも問題は、泥棒にプレゼントを見られてしまうということ。ツリーのライトで在宅なのか留守なのかも分かってしまいます。ライトのタイマーを使い、毎日点灯させるようにしましょう。プレゼントの靴下は窓際ではない見えない場所に置いてください。ブラインドは上向きに閉めて覗かれないようにするのが無難。プレゼントをギリギリまでラッピングしないでいると、それだけでかなりのストレスになります。またセキュリティの面でも安全とは言えません。ラッピングされていないプレゼントは空き巣にとって最高のサプライズ。一つ一つ開封して中身を確認する手間が省けますからね。一つずつ別々にラッピングするようにして袋に入れるのは避けましょう。一般的に空き巣は歩いて逃げるので、かさばるものは避けるはず。友人や家族と一緒にプレゼントを開封したら、プレゼントは安全な場所に保管してくださいね。休暇中の旅行の予約が取れたあなた、
今後の予定にワクワクしていることでしょう。休暇の様子を動画で友達と共有するのも楽しいですよね。でもソーシャルメディア上で個人情報を共有しすぎることには注意してください。海外での高級ディラーの写真を投稿することで泥棒に家を留守にしていることを知られる可能性があります。プライバシー設定を賢く使い、誰があなたの投稿を見ることができるかに注意を払うようにしましょう。アラームや人感センサーを家の隅の暗い場所に設置するのはいいアイデアですが、これは計画的にお金をかける必要がありますよね。でも空き巣に入られてしまうと平均で約3000ドルの損失となると言われています。こう考えるとこのようなお金はしっかり投資しておくべきかと思います。犬や猫用のドアを甘く見てはいけません。大きなドアであれば家の中に忍び込める人だっているかもしれません。また防犯カメラは有効ですが、空き巣も狡猾です。あなたの行動パターンや茂みや暗い場所など隠れられそうな場所を探して、しばらくの間あなたの家を監視するでしょう。さらに休暇中はどの家が留守にしているのかを車を見て確認しているかもしれません。守るべきものは家や車だけではありませんよ。買い物に出かけるときはなるべく昼間にしましょう。やむを得ず夜に行く場合はなるべく一人にならないようにしてくださいね。現金はなるべく持ち歩かず、クレジットカードやキャッシュレスでの支払いをお勧めします。現金を持ち歩く場合は前ポケットに入れておきましょう。その方が監視しやすく盗まれにくいです。クレジットカードを紛失したり、決済アプリがおかしなことに気づいたらすぐにカード会社に連絡してください。ギフト商品をたくさん持ち歩かなくてもいいように、クリスマスプレゼントは余裕を持って買っておきましょう。自由に移動できた方が事故を避けられ安全ですからね。さらにいいのはプレゼントをオンラインで購入すること。信頼できるサイトから購入し、個人情報の管理には気をつけましょう。地元のショッピングモールで買い物をする場合は見知らぬ人に声をかけられないように気をつけてください。特にこの時期は泥棒があなたの気をそらして貴重品を盗もうとするかもしれません。年末年始は気持ちが浮かれ、家にも普段より多くの訪問者を入れてしまいます。特に大規模なパーティーや会食などを開く予定ならなおさらです。でも中にはプレゼントを持った親切な隣人のふりをして家の中や貴重品を下調べしようとする人もいるかもしれないので注意が必要です。招かれざる客に目を光らせるのをお忘れなく。旅行の予定があり、誰かに植木の水やりやペットの餌やり、カーテンの開け閉めを頼むとしても、スペアキーを目につくところに置いておかないでください。あなたが思っている以上に分かりやすいんです。空き巣は賢いので、植木鉢の下やドア枠の上などありがちな隠し場所を全て知っています。スペアキーは家族や近所の人など信頼できる人に預けておきましょう。ああ、可愛いですね。可愛いし全く無害に見えます。でもこのタコは見かけによらないことを知っておいてください。ヒョウモンダコはタコの種の中でも猛毒を持っています。実際世界一猛毒な海洋動物の一つでもあるんですよ。生息するのは潮だまりやサンゴ礁。体長はわずか13センチから20センチメートルと小ぶりですが、挑発すれば人間にとって非常に危険。この生物が持つ毒にはテトロドトキシンと呼ばれる強力な神経毒が含まれているのです。このタコは脅威を感じると本能的にまず逃げます。しかし例えば無理やりタコを持ち上げようとするなどの脅威が続くと防御体制に入り、青い輪を見せるのです。タコは追い詰められたり触られると攻撃者に噛みつくことがあります。そして悲惨な結末となる場合もあります。テトロドトキシンが深刻な被害をもたらし、時には全身が麻痺してしまうこともあるのです。被害者は周囲の状況を把握でき、意識もあるのですが、麻痺しているため助けを求めたり苦痛を示したりすることができなくなります。興味深いことに、ヒョウモンダコは穏やかな状態の時は茶色や青白く見えます。しかしひとたび危険を感じるとサイケデリックな模様に切り替わるのです。このような反応は警告色と呼ばれ、動物が鮮やかな色彩を見せつけることで他の動物に対して噛まれたら命はないと警告しているのです。もちろん無害に見える危険な動物はヒョウモンダコだけではありません。例えばこちらの生物を見てください。ふわふわで柔らかそうなこの動物、可愛くないですか？思わず触ってしまいそうです。でも気をつけて、この毛虫の毛むくじゃらの針は相当なものですから。この毛虫はプスキャタピラーと呼ばれます。そのゴージャスな毛皮の中にはクラゲのような毒針が仕込まれています。毛虫の毒素に対する反応は人によって大きく異なり、人によってはより深刻な反応を示す場合があるので要注意。どの程度のひどい結果になるかは患部の皮膚の厚さに左右されます。
ほとんどの場合、不快な感覚や発疹は数時間から数日で収まります。次の動物はヤドクガエル。ヤドクガエルには170種以上ありますが、面白いことに全てのカエルが実際に毒を持っているわけではありません。しかし毒を持つ種は皮膚から非常に危険な毒素を分泌します。良い面としてはカエルはこの毒素を狩りや攻撃に使うことがないこと。この毒を使うのは自己防衛のためのみ。専門家も確証を持ってはいませんが、カエルは毒素を含む動物、例えばムカデやアリなどを多く食べることで毒を作っているのではないかと推測しています。中南米の先住民はややダーツの先端に毒を持たせるためにカエルにややダーツをこすりつけています。肝に銘じておかなければならないのは、ヤドクガエルに触ったらすぐに助けを求めること。特にゴールデンポイズンダーツフロッグ、あるいは猛毒フキアガエルに遭遇した場合は要注意。最も毒性が強いですからね。南ハナイカは現在知られている唯一の毒イカです。せいぜい5センチから8センチメートルほどの小さな体育ですが、この生物には信じられないほど猛毒を持つ筋肉組織があります。2本の触手と8本の腕を持つ暗褐色の水中動物には要注意。腕の周りに紫や黄色がついている可能性が高いです。綺麗な生物ですが、とにかく関わらないようにすることが最善の策。そうしている限り身の安全は保てるでしょう。捕食性のイモガイは非常に動きの遅い動物です。これが機械的に獲物を捕らえる手段を持たない主な理由。つまり他の動物を捕まえたり噛みついたりできない代わりに、イモガイは生き残りをかけて猛毒を進化させてきました。おそらくこの生き物で最もクールな点は、ほぼ1000種ある中でそれぞれの生物が作り出す毒素が重複しない点でしょう。イモガイには牙がありませんが、毒がついた森で獲物を刺します。施設を発達させた森を時速 643km という超高速で撃つんです。動きが遅くてもこれだけの速度で毒矢を放てるなら悩みもないでしょう。また毒は特定の種に特有なものなので、軽く刺されるものもいれば健康に深刻な害を及ぼすものもいます。例えばサンゴ礁に生息するこの小さな魚はヤハズを放って獲物を刺し、この毒素に対する抗体はありません。フグといえばトゲだらけの膨らんだ体が印象的。しかしそのおかしなトゲの下には凶暴で危険な毒が隠されています。この毒は世界で最も危険で強力な毒の一つとされています。良い知らせは、フグを食べない限り毒にやられることはないということ。つまりカリフォルニアロールを食べていれば安全というわけです。この虫をよく覚えて決して近づかないようにしてください。これはオオスズメバチ。5センチメートル近くにもなるこの巨大な生き物は非常に攻撃的なことで知られています。その印象的な針には十分な毒が詰まっており、刺されると想像を絶する痛みに襲われます。オオスズメバチに刺されて命を失う人もいるほどなんですよ。毒の効力が最も強いというわけではないにせよ、体が大きいため一度に注入される毒の量が多いのです。しかも1匹ではなく数匹のスズメバチに襲われたら、その結果は悲惨なものでしょう。オオスズメバチは必ずしも人間や他の動物に攻撃的なわけではないのですが、刺激すれば必ず刺してきます。この美しい鮮やかな青色の生き物はブルードラゴン、あるいは青身のウミウシ。迫力のある名前とは裏腹に、この生き物は実際には小さく、ブドウほどの大きさしかありません。浜辺で見かけることもあれば、水中を漂っていることもあります。一つだけ覚えておいてください。この小さな生き物がどんなに可愛く見えても決して触らないこと。小さいですが、刺されると強烈な痛みを伴うからです。これはこの生物の食生活に由来します。大好物は小魚や甲殻類を麻痺させるほどの毒を持つクラゲなんです。ブルードラゴンはまず粘液を使ってクラゲの悪名高い細胞を中和します。そしてクラゲの触手からこの細胞を盗み出し、自らの組織内に蓄積濃縮するのです。そして接触するところの視細胞を放出し、さらに強力にします。この恐ろしい生物はまた非常に狡猾でもあります。見た目は控えめに言っても鮮やかですが、変装の達人として知られています。あの鮮やかな青色は実はお腹側の色。背中で浮いているときは完全に水に溶け込みます。背中の色は海面でカモフラージュするために灰色になっているからです。オーストラリアで発見されたイルカンジクラゲは見た目は小さく全く害のないように見えます。しかし見かけによらず、人間の親指の爪ほどのこの生物は実は非常に危険なのです。11月から5月にかけての刺す季節の間、このちっちゃな生き物のせいで多くのビーチが閉鎖されているほど。このクラゲが特に危険なのは体が小さいから。
小さすぎて泳いでいる時に気づけないのです。悪名高いハコクラゲはその立方体の体型からこう名付けられました。このクラゲはインド洋と太平洋に生息しています。四角い鐘のような形をしていて長い触手がぶら下がっている生き物を見つけたら絶対に近づかないでください。またクラゲの体がなくて触手が1本だけあるという場合でも近づいたり触ったりしないでください。ハコクラゲは最大約3メートルにも成長し、触手の1本1本には毒を注入するための微細なモリが約50万本もついているのです。他のクラゲと違い、ハコクラゲはハンターです。細長い触手を手足や体に巻きつけて人間を捕らえることだってできますからね。ハコクラゲの毒がどれほど危険なものであるかを身をもって経験するのはおすすめできません。駐車場に停めていた車にスライスチーズが乗っている状況なんて誰も想定してないですよね。かなりおかしなこの状況、実は危険な状況を示している可能性があります。ある女性がそんな話をネットで詳しく語っています。最初は近所の子供にいたずらをされたのだと思ったそうで、友人に電話し車の清掃を手伝ってもらうことにしました。しかし2人の女性が溶けたチーズを取り除こうとした途端、2つ隣の駐車場が妙なことに気づきます。2人の女性は白いバンの到着を目撃、その中には大勢の男性がいて2人を見つめているのです。1人きりではなかったので見られているのが不快だったものの、車の清掃を終えることにしました。太陽の熱で溶けてしまったチーズをこすり落とすのに1時間近くかかったそうです。しかし彼女はこれが強盗の手口ではないのかと疑います。というのも誰であれ車の汚れを落とすことに集中すると自分の持ち物から目を離してしまうからです。最悪のパターンですが、もしそれが誘拐の手口だったらどうします？不審な人たちが自分めがけて来ているのに気づけないのですから。彼女はこうアドバイスしていました。車にチーズが乗っていたらそのままにしておくこと、あるいは近くの洗車場に車を持ち込むのもいいかもしれません。洗車場なら塗装を傷めずにチーズを落とす最善の方法を知っているはず。スライスチーズは偶然の産物かもしれませんが、世の中にはもっと想像力豊かな詐欺もあります。フロントガラスに衣服の切れ端が乗っていたり、ワイパーブレードの間に衣服の切れ端が挟まっていたりして、慌てて取り除かないようにしましょう。この場合も車を盗難するためにあなたの気をそらそうとして戦略的にそこに置かれている可能性があります。最善の選択肢はできるだけ早く車を動かし安全な場所に行くこと。明るく人が多い場所がいいでしょう。そうすれば車の上に置かれたものを安全に取り除くことができます。ワイパーにお金が挟まっているのを見つけた人もいます。おそらく同じ意図でそこに置かれたのでしょうね。車が盗難される確率を下げるために結構な人が実践している方法をご紹介します。駐車するときはタイヤを縁石に向けておくのが良いそうです。車のホイールがその位置にあると車泥棒が車を操作しにくくなるからです。車の移動に時間と手間がかかるので車が狙われにくくなるというわけ。別の女性の車のドアにある時ティッシュが巻かれていたそうです。その時はあまり気にも留めずそれを取ってそのまま過ごしました。しかし数時間後、彼女は手の痛みと息切れを訴えて病院に運ばれます。医師は彼女が未知の物質で毒殺されたことを突き止めています。残念なことに詐欺は最近ますます増え、中でもオンライン詐欺は詐欺の中でもトップを占めます。例えば見覚えのある送信者からの E メールもフィッシング詐欺の可能性があります。会計士、職場の同僚、よく買うオンラインショッピングの店など何でもありますが、メールアドレスをよく見てみると何かがおかしいことに気づくはず。一文字だけ違っていたり名前の書き方が違っていたり、この種のメールはあなたに様々なことを尋ねてきます。住所やパスワードなどの個人情報から支払いの要求まで。他にもクーポンやギフトカードをプレゼントしてくる場合もあります。もしそのウェブサイトをクリックしてしまうと実際にあなたのパソコンがハッキングされる可能性があります。これはおそらく最近最も多いオンライン詐欺でしょう。当局によると2019年には11万4700人以上が被害に遭ったといい、総被害額はおよそ5780万ドルと推定されています。偽のショッピングサイトも発見されています。正しいサイトにアクセスするためには必ず URL をしっかり確認しましょう。例えば Amazon.com の O が0にすり替えられていたら、このサイトは明らかに怪しく詐欺に遭う一歩手前。このようなサイトから買っていたとしたら大抵何も受け取らないか、よくても偽物を受け取る可能性があります。フォームジャッキングという言葉を聞いたことがありますか？小売業者がハッキングされるとこれが起こります。オンラインショッピングでカートに商品を入れ終わると詐欺の支払いページにリダイレクトされます。すると詐欺師はあなたの名前、住所、クレジットカード情報などの支払い情報にアクセスすることができます。
安全を確保するために機密情報を入力する前に支払いページの URL を再確認しましょう。技術サポート詐欺はさらに巧妙。この手口ではあなたのパソコンが危険なウイルスに感染していてデバイスにダメージを与えたり、コンピュータに保存されている全ての情報を破壊する可能性があるという電話がかかってきたりします。そして詐欺師はたとえ相手が地球の反対側にいたとしてもあなたのパソコンにアクセスできるようにするアプリをダウンロードするよう求めるでしょう。その後詐欺師はパソコンに実際のウイルスをダウンロードし、ウイルスが本当だったかのように見せかけパソコンに実際に問題があると思わせるのです。最終段階で何が起こるかというと修理費用の要求。あなたのデバイスが危険にさらされているかもしれないと思ったら必ず信頼できる技術サポートや小売業者に連絡を取ってください。ちゃんとした企業は突然連絡してくることはありません。次の詐欺は人々の感情に訴える傾向があり、主に高齢者をターゲットにしています。いわゆるオレオレ詐欺ですね。ターゲットにされた高齢者は大抵の場合孫や近親者だと名乗り、困り果てた人物から電話を受けます。そして詐欺師は刑務所から出るため、外国から出国するため、病院代を賄うためなど様々な金銭を要求してきます。オレオレ詐欺は世界で急激に増えています。2017年、このような詐欺による被害額は2600万ドルでしたが、2018年にはほぼ倍増し4100万ドルにも達しています。もしあなたが同じような状況に陥ったら行動を急がないでください。電話相手に身元を確認できるような情報を聞くようにしましょう。また見知らぬ人に送金する前に別の家族に再確認するのも良いアイデアです。 Google ボイス詐欺は簡単かつ効率的。もちろん詐欺師から見てですが、あなたが気をつけるべきは次のこと。特に何かを売ったりサービスを提供するためなど様々な理由で自分の電話番号をウェブサイトに掲載している人は気をつけてください。詐欺師はこの情報を見つけ、あなたが自身が詐欺師でないことを確認するためまず電話をかけてきます。逆心理、リバースサイコロジーってやつですね。その際 Google の認証コードを伝えるよう求められます。現実にはあなたの名前で Google ボイスアカウントが設定されるのです。詐欺師は新しく作成されたアカウントを使ってあなたになりすまして詐欺を続けます。忘れてはいけないルールは、認証コードは絶対に誰とも共有しないこと。オンライン履歴書も安全ではありません。詐欺師に個人情報を提供する可能性がありますからね。詐欺師は採用担当者のふりをしてあなたに連絡を取ろうとします。中には時間を割いて面接を行う場合もあるほどです。ほとんどの詐欺師は高収入の仕事を紹介するふりをします。しかしここで注意しなければならないのは、就職のための書類を提出する前に参加費や将来のホームオフィスの参加費や将来のホームオフィス設立費用などを要求されること。万全を期すために就職活動だけに使う専用のメールアドレスを作りましょう。こうすることで個人的なメールは登録されずに済み、不要なオンライン詐欺から安全に守ることができます。電話で聞いた情報は必ず採用担当者にもメールで確認してもらいましょう。よく知っている企業であれば人事部に連絡を取り、依頼されたことがその企業の方針に従っているかどうかを確認することもできます。まず細菌がどこにでもいて完全除去することが不可能なのはすでにご存知でしょう。細菌は人の免疫システムを鍛える役目も果たしています。私たちは常に細菌と向かい合い、防御能力を高めていくことで強くなっていくのです。ですから今日の動画は深く考えすぎないように。細菌や微生物が大好きな場所の一つ、ホテルの部屋へようこそ。そう、ここはとても清潔に見えますが、ある意味ゴミ捨て場よりも危険な場所です。ゴミ捨て場では全てが汚れていて何にも触れたくないですが、ホテルの部屋の汚れはほとんど目に見えません。ここでは雑菌があなたを待っています。しかもたくさん。最初の問題はすでにエレベーターの中で現れます。パネルのボタンには様々な菌が群がっているんですから。仮に誰もパネルを消毒液で掃除しなかったとしたら、このボタンは何十億もの微生物が増殖し、お互いを食い合う場となります。ここで普通のマンションを見てみましょう。エレベーターもあります。使う人はほとんど同じなので、複数の細菌に触れる機会はホテルほど多くはありません。あなたの体はこれらの微生物と頻繁に遭遇し、必要な防御力をすぐに身につけることができます。でもホテルの利用客は様々。アフリカの国から来た男が寒いノルウェーから来た女の子には危険な細菌を持ってくる。その逆もありえます。ですからボタンに触れた後は石鹸や消毒液で手を洗ってください。次にエレベーターの扉が開いて部屋に向かって歩いています。
気をつけて。この先にも最近のホットスポットがあります。ドアの取っ手が見えますか？ここも雑菌の格好の遊び場です。あなたの前に何人の人が触ったのでしょう？洗ってから何日経過してる？そんな取っ手がなぜ便座よりも危険なのか想像はつきますよね。そして何より私たちの指や手のひらには微生物が蓄積しています。洗わずにいると様々なものの表面に触れることで100万個の細菌をある場所から別の場所に移してしまうのです。ですからエレベーターでボタンを押したのと同じ手でドアの取っ手を触るのが一番いい方法です。そして部屋に入ったらすぐに手を洗うこと。唯一の朗報はホテルのスタッフはバスルームやトイレを他の部屋よりもずっとよく掃除していること。ここは少し安全ですね。それでもバスルームの隅やタイルをよく見てください。どこかに黒い斑点があったらそれはカビがあることを意味します。さらにカビは鼻水や目の炎症などのアレルギー反応を引き起こす可能性がある危険なものですから、ホテルのスタッフはきちんと存在の有無をチェックしています。ですから安いホテルでもない限りあなたの部屋にカビがあることはまずないでしょう。まさかここ泊まらないですよね。ところで公衆トイレのトイレットペーパーには便器の蓋よりも多くの雑菌が含まれていることをご存知でしょうか？その紙片で便座を覆うのは大間違い。まず多くの人がトイレットペーパーに触れることで雑菌が付着します。次に誰かがトイレを流した時に汚れた小さな水しぶきがペーパーに付着します。微生物はトイレの硬い表面よりも柔らかい紙の方が住みやすいので便座には敷かないようにしましょう。もしトイレットペーパーに金属やプラスチックのカバーが付いていたらそれは細菌から保護されていますのでラッキーです。そして用を足してしっかり手を洗った後はペーパータオルで手を拭くかハンドドライヤーを使うかの二択になりますね。どちらを選んでも雑菌が多いのは事実です。でもドライヤーを使うと部屋中に菌が飛び散ります。ですからタオルを選びましょう。バスルームから出てきたらそこは危険地帯です。そこにいるすべての細菌が無害だと思わないでください。ホテルで最も一般的なバクテリアの中には腸の感染症を引き起こすものがあります。残りの休暇や出張をトイレの隣やトイレで過ごしたくないなら小さな寄生虫のコロニーと戦う準備をしましょう。まず最初にすべきことはグラスやカップを石鹸で洗うことです。旅行者の中には自分のマグカップを持ち歩く人もいますが賢い選択。そして周囲を見渡し人が最も多く触れる場所はどこかと自問自答してみてください。答えはテレビのリモコン、コーヒーメーカー、冷蔵庫、ドアの取っ手、テーブル、ヘアドライヤー、窓など。ホテルのスタッフの代わりに掃除をする必要はないので安心してください。強力な殺菌力のあるウェットティッシュがあれば十分です。これらのものの表面を全て拭いてください。もしかしたらあなたの心配は無駄でホテルは部屋の清潔さを注意深く観察しているかもしれません。あるいはマネージャーにもう一度部屋を掃除してほしいというのも手です。そうしてあなたは全ての表面を拭いて疲れてベッドに飛び込みました。残念なことにその柔らかいマットレスで休んでいるのはあなただけではありません。そこにはバクテリアの大群がいるのです。もちろん枕カバーやベッドシーツは洗えば菌はいなくなりますが、ベッドカバーはどうでしょう？ほとんどの場合洗われていないんです。繊維についた雑菌を取り除くのは難しいので我慢するしかないでしょう。しかし受け入れていけないのはトコジラミです。マットレスに黒い斑点があったらそれはトコジラミが残した排泄物である可能性が高いのです。食事中だったらごめんなさい。昆虫自身はマットレスの奥深くに隠れることができますので、何ヶ月もそこで眠り続け空腹を満たすために目を覚まします。トコジラミはあなたが休んでいる間に出てきてあなたの足を噛むのです。朝皮膚に小さな赤い斑点があったらそれはトコジラミのキスの跡。トコジラミに刺されても危険ではありませんが、人によっては皮膚に炎症という形で軽いアレルギー反応が出ることもあります。しかし問題は一部のトコジラミがあなたの服や物に入り込み家についてきてしまうこと。トコジラミの繁殖力は強いので家にトコジラミのコロニーを作りたくないのであれば服を洗い荷物をきれいにしシャワーに行くのが最善策です。
でもその前にホテルのフロントにトコジラミの被害を受けたと訴え全額返金を要求しましょう。ちなみに部屋がピカピカに清掃されていてもトコジラミがいないとは限りません。前の宿泊客が持ち込んだ可能性も。さあ、あなたのベッドには黒い斑点がなく危険な表面は全て拭き取りました。やった、もう大丈夫です。でも床も汚れるのでスリッパや厚手の靴下を履いて歩くようにしてください。ホテルで数泊してようやく清潔で安全な場所、つまり自分の家に戻るのです。残念ながらあなたの家にはあなたの目に見えない多くの細菌がいることもあります。あなたは友人と楽しんだりビデオゲームをしたりするのが好きですか？ゲームパッドを最後に掃除したのはいつだったか覚えていますか？友人たちは皆それを手にしましたか？ということは彼らの細菌を集めてしまったということですよ。キッチンのまな板、あなたはどれだけしっかり洗っていますか？特に肉や野菜を切る場合は水をかけるだけでは不十分です。かぼちゃを切ればその雑菌が表面に付着します。さっとまな板を洗い元の位置に戻すだけでは雑菌は消えていないんです。雑菌はまだ表面にしっかりと付着しており、あなたがパンを切る機会を待っています。そしてそこから体の中に入ってしまいます。せっかく良い洗剤を使っても雑菌が溜まっていますので、週に一度はスポンジを交換するのが一番です。そして今あなたはバクテリアにとってのパラダイスを目の当たりにするでしょう。理想的な低温で新鮮なものから腐敗したものまでたくさんの食べ物がある場所です。それが冷蔵庫です。そこにはスーパーマーケットから持ってきた商品が置かれています。何百人もの人が手で触れ、何百万もの細菌を残す可能性があるのです。ですから冷蔵庫はこまめに清掃するのをお忘れなく。またレアなステーキについた雑菌が増殖してすぐに腐ってしまうので、肉類は生で食べるものから離しておくこと。もしかしてこの動画のせいで余計な心配をしてしまっていますか？もしそうなら動画の冒頭の言葉を思い出してください。細菌はどこにでもいますから、そんなに心配しないでください。ホテルの部屋にチェックインし、 Wi-Fi に接続し、ベッドに飛び乗り、新しい窓からの眺めを15枚の写真に収めて投稿。最初の興奮が冷めた頃、大型テレビに不審なランプが点滅していることに気づきます。もしかして誰かに監視されているのか、それともスパイ映画の見過ぎか。隠しカメラにはいろいろな形や大きさがあります。大きなものはすぐに見つかりますが、小さなものは本当に目立たなくすることができます。家具の裏、装飾品や通気口など気づかれにくい場所に隠れていることが多いんです。目覚まし時計、写真立て、花瓶、ランプなど日常的に動かせるものに隠すことができる特別なカメラもあります。これらのものが変な角度に向いていないか、ベッドやバスルームが一番よく見えるように配置されていないかチェックしてみてください。すべてのカメラにはレンズがついているので、隠しカメラを見つける最も簡単な方法はレンズの反射を探すことです。電気を消してゆっくりと懐中電灯、レーザーポインターまたは特別なワイヤレス検出器で部屋をスキャンします。検出器には赤外線スキャンライトと照明がついています。反射する赤い点を見つけたら懐中電灯で隠しカメラがあるかチェックしましょう。通気口はもちろん、壁や天井の穴や隙間も必ずチェックするように。高度な検出器の中にはカメラが見ているものを表示するものもあり、発見して無効にするのがより簡単になります。ただし検知器は電源が入っていて正常に動作しているカメラにのみ機能します。携帯電話も隠れた脅威を見つけるのに役立ちます。Bluetooth をオンにして歩き回り、画面に知らないデバイスが表示されるかどうかを確認します。もう一つのアイデアは、ホテルで使用している Wi-Fi ネットワークに接続されている全てのデバイスを表示するスキャナーアプリをインストールすることです。スキャンが終わったら IP カメラや CAM と呼ばれるデバイスのリストを調べます。さらにスマホを自撮りモードにして電気を消してカーテンを閉め、画面に集中しながらゆっくりと部屋の中を見渡して、画面に紫や白の光が映り込んでいないか注意してみてください。友人や家族に電話して探偵ごっこをしながら部屋の中を歩いてみるのもおすすめ。隠しカメラは一種の高周波を発しているはずなので、電話の通話信号を妨害する可能性が高いんです。部屋のある場所で通話中に変な音が聞こえ始めたら、よく点検してください。
照明のスイッチやコンセント、ランプなど普段は気にしないようなものもチェックしてみましょう。少し曲がっていたり、穴が開いていたり、位置がずれているように見えたら、誰かにいたずらされたサインかもしれません。スパイ機器の多くは配線を必要としますが、その配線を隠すためにビニール製の幅木に隠したりすることも。そのため床と壁の境目も要チェックポイントです。凹凸や変色はそこにマイクが隠されているサインかもしれません。コインより小さな天井や壁のシミも同様です。もし隠しカメラや不審なものを見つけた場合は、恥ずかしがらずにホテルの管理者や旅行会社に知らせてください。その際、自分で触ったり動かしたりしないようにしましょう。ホテル側が全否定した場合は、地元の警察署に連絡してください。部屋の中にカメラがないか確認したら、鏡もチェックしてみてください。向こう側から誰かが見ている可能性があります。まず鏡が壁に埋め込まれているか、調整可能かどうかを確認します。鏡が半透明であれば壁に埋め込まれているはずです。鏡を確認するための簡単なテストができます。指先をガラスに押し当て、指を離すと指紋が残るくらい強く押します。指紋をよく見て、ガラスがあるべき場所で指紋と鏡の間に小さな隙間があれば、それはただの鏡です。半透明の鏡の場合は隙間はありません。鏡が半透明かどうかを確認するもう一つの方法は、単純に叩いてみることです。向こうから誰かが見ていれば、鏡は空っぽの音を立てるはずです。マジックミラーは自分の側よりも反対側の方が明るい光が必要です。鏡に近づき、両手で目の周りを囲んでみてください。鏡の裏側に光が見えますか？もしそうなら、誰かに見られているかもしれません。部屋を出る前や寝る前に、すべてのドアが確実にロックされていることを確認してください。部屋の入り口だけでなく、テラスがある場合は、そこに続くドアも含めてです。宿泊する場合は、携帯用のドアロックを持参すればより安全です。また、ドアを閉めるためのアームにベルトやバッグのストラップを巻き付けるのも良いでしょう。バックルをして何度か巻き付けると、さらに保護が強化されます。また眠りにつく前のアイデアとして、ドアの脇に物のピラミッドを作るというのもあります。コップやマグカップでも十分です。もしあなたが寝ている間に誰かが中に入ろうとしたら、大きな音が発生することになります。侵入者は静かに行動したがるので、侵入を諦める可能性が高いですよ。貴重品を持って旅行し、部屋の周りに置いておくのが不安な場合、部屋の中にある金庫に入れることもできます。しかし、それらの金庫は万が一の時にホテル側が開けられるように、鍵の代わりにパスコードが使用可能な場合があります。ですから、自分の金庫を持ち込むのもおすすめ。 Amazon などで本型金庫が売られています。丈夫な金属と質感のある紙でできていて、コンビネーションロック付きで、パスポートや現金、宝石を入れるのに十分なスペースがあります。ノートパソコンを部屋に置いていかなければならない場合で、 USB ドライブを挿してデータを盗む人がいないことを確認したい場合は、次のようにします。 USB ポートの横に水の入ったボトルなどを置いて、親指1本分の距離を測ります。誰かがノートパソコンにデバイスを接続するためには、ボトルを移動させる必要がありますからね。さらにもう一歩踏み込んで、ある角度でノートパソコンに平行にペンを落とすこともできます。コンパスアプリを使ってスマートウォッチやスマホで角度を測ることができるので、動かされたらすぐにわかります。また入室しないでくださいというサインを使った方法で、留守中に誰かが部屋に入ったかどうかを調べることもできます。慌てて出て行って、ドアとドア枠の間に誤って看板が挟まってしまったように見せかけましょう。帰ってきて看板がドアにぶら下がっていたら、誰かがそれを無視して部屋に入ったのでしょう。その場合はレセプションに連絡して、一緒に部屋に入る人を派遣してもらい、安全を確保することができます。自分の持ち物や身の安全と同じように、部屋の清潔さにも気を配るなら、おすすめのアイデアが、ホテルのハウスキーピングは8時間の勤務で最大20室を担当するのが普通です。つまりあなたの部屋を担当する時間は30分もないのです。ベッドメイキング、部屋とバスルームの床掃除、ゴミ箱の開け方、ホコリの取り方などには十分な時間を費やしますが、照明のスイッチ、ドアや引き出しの取っ手、リモコンなど小さなものを掃除する時間はほとんどありません。そしてこれらこそよく触るアイテムですよね。
トイレよりも雑菌が多いこともありますから、あなたの手に細菌がつかないようにしたいのなら、触る前にすべてのものをきれいにできる量の抗菌ウェットティッシュを使用するのをおすすめします。新しい iPhone12 を持っている人や、 OS を iOS14 にアップデートした人は、右上の角に出てくる緑やオレンジの奇妙な点のことは心配しなくて大丈夫。緑の点はカメラがオンになっていること。オレンジの点はマイクがオンになっていることを示します。例えば、バックグラウンドで開いている TikTok がカメラとマイク両方を自動的に使っているとき、これらの点が出てきます。これでバッテリーの使用状況を把握できますね。iPhone の音量を上げるには、設定、ミュージックと進み、イコライザーを探してください。レイトナイトのオプションを選ぶと、音量が 20% 上がりますよ。連絡先ごとに特有の振動にすることもできますよ。設定、サウンドと進み、着信音を開きます。通常はデフォルトの振動となっているはずです。ですが、少し下にスクロールすると、カスタム項目があります。好きなリズムをタップして保存しましょう。好きな連絡先をこの振動に設定することができます。振動を変えるだけではなく、特定の人からの電話に確実に気づきたい場合、フラッシュ通知をカスタマイズしましょう。電話がかかってきた時の通知を増やせるんです。設定、アクセシビリティをタップして、オーディオ、ビジュアルに進みます。そしてLED フラッシュ通知をオンにしましょう。これで確実に電話に出られますね。スペースを押してスライドさせるとカーソルが出てきます。文を書いているとき、タイプミスを直したいときに便利です。長いメッセージを打ったけれど消さないといけなくなったときは電話を振るだけ。電話を振ることで文が消えるんですよ。複数のアイコンを選択したいときは、一つをタップしホールドして、もう一本の指で他のアイコンをタップしていきます。 iPhone6 とそれ以前の iPhone ではできません。最新の iPhone には、一つのアプリから別のアプリに行きたいときにとっても便利な機能があります。スクリーンの下の線があるので、左や右にスライドして開きたいアプリを見つけましょう。ダブルタップや通知センターは必要ありませんよ。好きな音楽やネット動画をかけながら眠りたいなら、時計を開いてタイマーをタップし、タイマー終了時を選んで下にスクロールしていき、再生中止を見つけましょう。音楽や音を出したり動画を再生したりするウィンドウといったメディアアプリを停止させる機能です。夜中に目が覚めて知らない動画が再生されているなんてことがなくなるので便利ですよ。メッセージ系アプリを使用する方も多いと思いますが、iMessage もぜひ使ってください。送信ボタンを長押しすると、いろんなエフェクトを送れるんです。吹き出しには4つの機能があります。見えないインクは、指でこすらないとメッセージが言えません。左右に指をスライドさせると見えるようになります。ジェントルエフェクトは、最初は文字がとても小さく見えますが、だんだん大きくなります。ラウドエフェクトは反対に、最初文字がとても大きいですが、何秒かしたら普通の大きさになります。スラムエフェクトはメッセージが叩きつけられたようになります。右のスクリーンボタンを押しても面白いですよ。エコーは友達のスクリーンが吹き出しだらけになるんですよ。右にスライドするともっといろいろなエフェクトがあります。気に入ったものが見つかるはずですよ。 iPhone のフォントにもいろいろな大きさがあります。大きさを変えるには設定から画面表示と明るさに行きます。文字サイズを変更をタップして好きな大きさにしましょう。自撮りは iPhone の音量ボタンだけでなく、イヤホンのボタンを押しても撮れます。これは iPhone のライフハックですが、多くの Android にも有効です。正規品のイヤホンのみで使える機能です。 iPhone はバッテリーがとても長持ちするというわけではありませんが、写真の画質は群を抜いています。一般カメラと進み、カメラアプリのグリッドをオンにしましょう。いい構成の写真が撮れるようになりますよ。
片手で文字入力するのが好きな方、キーボードを幅寄せすることができますよ。入力しているとき、地球のマークを長押ししましょう。すると、3つのキーボードが現れます。左のボタンは、左手で持ちながらタイプするキーボードで、真ん中は両手、右側は右手だけでタイプするとき用です。ロマンティックで長い手紙をメモアプリに書くのが好きだけれど、誰にも見られたくないなら、メモにパスワードロックができます。やり方は、iPhone のモデルによって2通りあります。iPhone6 は右から左にスライドします。ロック、フォルダー、ゴミ箱の3つのアイコンが出るので、うまく書けなかった場合はゴミ箱に捨て、人に見られたくないものにはロックをかけましょう。それでうまくいかないときは、メモそのものを長押しすると、ドロップダウンメニューにパスワードバーが出ます。パスワードを設定したら、好きな人に書いたラブレターが誰かに読まれることはありません。最新モデルの iPhone にはすごい機能があります。ブラウザのページ全体のスクショが取れるんです。音量アップのボタンと電源ボタンを同時に押します。ネットの記事を読んでいて、ページ内で特定の単語を検索したいなら、検索フィールドにその単語を入力しましょう。すると Google 検索、ブックマークと履歴、このページの3つのセクションが表示されます。このページをタップすると検索したい単語が黄色くハイライト表示されますよ。また、上下の矢印のついた特別なナビゲーションバーで検索した単語を簡単に見られます。時々 iPhone の RAM をクリアするのを忘れなく、動作が良くなり、速度も速くなります。設定、一般、アクセシビリティ、アシスティブタッチと進み、オンにします。そして、プラス、マイナス、電源ボタンを押しましょう。すると電源オフバーが表示されますので、アシスティブタッチを押し、ホームボタンを長押しします。これでRAMがクリアされます。パスワードを入力という通知が出れば、正しくできたということです。アシスティブタッチで新しい機能である簡単な画面タッチができるようになります。設定、一般、アクセシビリティと進み、アシスティブタッチのセクションに行くと、カスタムアクションメニューでコマンドを好きなように変えられます。ダブルタップで私はスクリーンショットを選びました。ホームボタンと電源ボタンを同時に押しにくいですからね。スクショを取るには、アクセシビリティメニューの丸を2回タップします。iPhone ユーザーは QR コードを読むアプリは必要ありません。すべての iPhone にあらかじめ組み込まれているからです。カメラを開いてコードに向けると画面の上にポップアップウィンドウが出ます。それをタップするとリンクに飛べますよ。いけないときはカメラの設定で QR コードをスキャンをオンにしましょう。好きな曲をアラームの音にできます。アラームに行き、右上の編集を押します。音を変えたいアラームを選択し、サウンドのセクションで曲を選択を選び、ミュージックアプリに入っている曲に移動します。好きな曲だったのに、朝のアラームのせいで嫌いにならないように気をつけてくださいね。iPhone ユーザーが一番困っていることの一つに、メモリーが足りなくなるということがあります。写真を削除してもまだ十分でないなら、設定、iPhone ストレージと進み、最近削除した写真が本当に削除されているかチェックしましょう。されていないなら、ストレージのセクションで削除します。メッセージは重いファイルを含む場合がありますので、メッセージを保存する量を制限することができます。メッセージの履歴で、メッセージを残すボタンをタップしましょう。初期設定では消去しないになっていますが、1年または30日で消去するようにできますよ。書類にサインする作業が多い方は、スキャンも印刷もしないで作業を終わらせる方法がありますよ。サインが必要な書類のスクリーンショット撮影をします。その画像をタップして編集します。右下にある十字の追加アイコンをクリックして、署名ボタンをクリックしてください。指でサインを記入して完了をタップしましょう。これでおしまい。
果てしなく続く暑い砂漠、一見生物など生息していないように思えますね。しかし砂漠には危険で時には不気味な生き物に出会うことがあります。その中には健康上の問題を引き起こすだけの生物も、永遠に記憶に残る生物もいます。今回の動画では危険生物から悪夢のような生き物まで、砂漠に生息する生物を紹介していきましょう。砂漠を歩いていて手を広げた大きなテディベアを見たとしましょう。それが蜃気楼だろうと思いつつ近づいてみます。いいえ、これはぬいぐるみなどではなく巨大なサボテンだったのです。しかし何か奇妙です。奇妙な綿毛のせいで枝がテディベアの腕のように見えます。しかしこれは綿毛ではなく数千本もの細い針だから、このサボテンには近づいてはいけないのです。ジャンピング蝶やまたはテディベア蝶やと呼ばれるこのサボテンは、アリゾナ州とメキシコ北部の砂漠地帯に育ちます。ご心配なく、このサボテンは襲っては来ませんが、触ると皮膚や衣服にまとわりつきます。このような毛皮のコートはサボテンを動物から守ったり、日陰を作って暑さからサボテンを守ってくれています。光合成を行い内部に大量の水分を蓄積する側枝は植物の最も重要な部分、つまり危険ではあってもサボテンは砂漠の放浪者にとって役に立つのです。しかし危険なのは針。よく見るとフックのような形をしています。軽く触れるだけで数百本ものトゲが瞬く間に指に刺さってしまいます。このトゲを取り除くのはかなり難しく、針は不快な痛みを引き起こします。ところでこのサボテンの一番面白い点は繁殖方法。植物は新しい場所で自分自身のクローンを作るのです。動物や人間がジャンピング蝶やのそばを通り過ぎて触れると、サボテンは針と共に自分の小さな欠片を刺します。この破片が地面に投げつけられるとすぐに根を張り成長し始めるのです。危険度を増しますよ。砂漠から次の怪物がこちらに向かって走ってきますよ。これはダチョウ。ダチョウは砂の中に頭を隠す臆病者だと思う人も多いかもしれません。しかし運悪くダチョウに遭遇してしまったら、その考えを改めることになるでしょう。通常ダチョウは攻撃的ではありませんが、ダチョウの巣の付近では走って逃げた方が無難です。ただしダチョウの移動速度は時速 70km なので、逃げることは不可能。逃げ切るには車が必要です。ダチョウは走りながら胸で敵にぶつかります。ダチョウがバンを襲って大きな損害を与えた例もあるんですよ。しかしダチョウがもたらす主な危険は鋭い爪を持つ強力な足。彼らはそれで強烈な打撃を与えることができ、敵を倒すことだってできるんです。つまり遠くにダチョウを見かけたら反対方向に後退しましょう。この小さな斑点のあるトカゲはアメリカ南西部とメキシコ北西部の乾燥した砂漠でほぼずっと地中に生息しています。時々昼食を探しに外に出ることもあります。可愛いように見えますが、実は危険なアメリカ毒トカゲ。その分厚い皮膚がタカやコヨーテなどの捕食者から守ってくれます。この生物の主な防御手段は毒。蛇やクモは針のような長い牙を使って毒素を注入します。アメリカ毒トカゲは毒を広げるために獲物を締め付けて噛み砕きます。人が噛まれると長い間顎が開かなくなることもあるほどです。この動物を駆除するのは至難の技。毒を実際に体験した人はまるで熱いマグマが血管を通り抜けるような感じがしたと言います。とはいえこのトカゲは科学の役に立つことも判明しています。この毒で糖尿病や肥満の治療薬が作られたのです。そろそろ砂漠に住むかなり不気味な生き物を紹介しましょう。静かにして静寂に耳を傾けてください。動かないで。周りには誰もいません。突然下からヒューヒューという音が聞こえてくる。下を見るとそれが現れます。人間の手のひらほどの大きさで強い顎と長い足を持つ黄色い大きな雲が体の影に隠れています。恐怖のあまりこの怪物から何とか逃げようとしますが、クモはあなたを追いかけてきます。この状況で難しいのは承知していますが、落ち着いてください。この怪物はあなたに興味はありません。灼熱の太陽から隠れるためにあなたの影に隠れたいだけなのです。どちらにせよ触らないようにしてください。
日よけ虫の強力な顎は控えめに言っても不快な感覚を引き起こす可能性があるからです。ところでこの生き物はクモではありません。節足動物ですが、日よけ虫目に属します。この生物は噛みつくのが好きで、恐れ知らずで攻撃的。昆虫、トカゲ、げっ歯類、小鳥などを捕食します。また時速16キロで移動することもできます。体は小さいですが敏捷なので、プロのアスリートでなければ逃げ切れないほどです。日よけ虫は中東の砂漠でよく見られますが、メキシコやアメリカ南西部にも生息しています。日よけ虫は夜行性で、日中は太陽を避けようとするため常に影を探しています。ちなみにラクダの影に隠れることが多いことから、英語名を直訳するとラクダグモと呼ばれています。日中は彼らから隠れることはないのですが、夜間特に火を焚くと追いかけてきます。日よけ虫は何かを食べようと常に光の方へ向かいます。日よけ虫の中には敵を追い払うために威嚇音を出す種もいます。さて、一旦暑い砂漠を離れて湿度の高い熱帯のタンザニアに向かいましょう。木の皮や落ち葉の下、暗い洞窟の中で地球上で恐ろしい生き物、ウデムシを見ることができます。これは尻尾を持たない大きなサソリのような姿で、何かに押しつぶされた平べったい体をしています。クモに似ていますが毒腺はなく、巣を張ることもできません。この怪物は静かで素早く動きます。しかし最も恐ろしいのはその2本の前爪、体の2倍もの長さがあります。捕らえた獲物は決して逃げられません。暗い洞窟での生活で視力が落ちたため、ウデムシは日光を避けるようになりました。脱皮の際には高いところでゆっくりと古い皮膚から出ていきます。懐中電灯の明かりをそこに向けると、小さな眉から青白い雲が出てきます。もし実際に遭遇してしまったら、落ち着いてできるだけ遠くへゆっくりと離れてください。でも気をつけて、ウデムシは一瞬であなたの服の下に潜り込み、お腹を噛むことがあります。悪い知らせはこれだけにはとどまりません。ってこれは冗談です。この可愛い怪物はクモやサソリの中でも最も無害な生き物の一つ。あなたを怖がって決して攻撃はしてこないでしょう。ウデムシを美しいと思ってガラス製のテラリウムで飼育している人もいるんですよ。このようなペットを飼いたい場合は、家から逃げ出さないように注意を払ってくださいね。もし逃げてしまったら再び捕まえるのはかなり難しいですから、一瞬のうちにベッドの下に潜り込んだり床の隙間に入り込んだりします。そして換気システムを通って隣のアパートに行き、隣人を恐怖に陥れてしまうでしょう。さて、もう一種サソリをご紹介しましょうか。この動画に出てくる他の生き物ほど不気味ではないですが、これはアメリカで最も猛毒を持つサソリ。その名はアリゾナバークスコーピオン。問題は砂漠でも家でも庭にもいるということ。この危険な猛毒の獣は部屋に潜り込み人を刺すことがあります。一度刺されると蜂に刺されたような痛みを引き起こします。しかしアレルギーを持つ人は麻痺や呼吸障害、その他の健康問題を引き起こす可能性があるので要注意です。心地よい日曜の午後、買い出しにとスーパーに出かけたら、生鮮食品コーナーに何やら膨らんだパッケージが。ラベルを読んでみても賞味期限が切れているわけではなさそうです。じゃあなんでこんなへんてこな形なんでしょう。その答えは、別に腐っているわけじゃありませんよ。これはマップ包装、ガス置換包装と呼ばれるもので、一部の生鮮食品、例えば精肉、鮮魚、時折サラダやチーズなどに使用されているものです。この包装は内部の気体の働きによって比較的消費期限の短い食品を長持ちさせることができます。食品はスーパーに届く前にこの包装を施されて出荷されるのです。この手法はフランスモンペリエ大学医学部のある教授が、低酸素下にある果物が長く鮮度を保っていることに気づいたことで発見されました。マップ包装の中に充填されているガスは食品ごとに様々ですが、基本的な考え方はこの低酸素状態を作り出すことです。
酸素の代わりに窒素や二酸化炭素が充填されるのが一般的ですが、パンパンに膨らんだパッケージであれば中のサラダを食べても安全かというとそうではないので気をつけましょう。単に中の食品が腐っている場合でもガスが発生することがあります。そのため食品を購入する際にはやはり消費期限の確認が第一です。日付以内であれば悪臭や包装の穴などをチェックしましょう。何かがおかしいと感じた際は購入しない方が安全です。何か心配事があればスーパーのスタッフに尋ねると良いでしょう。買い物客の利便性を考えて棚のレイアウトを考えているスーパーもあります。例えば長期保存の効く食品を最初にカゴに入れ、その上に冷蔵・冷凍食品、最後に果物や野菜といった生鮮食品が続けば、カゴの下でトマトが潰れるといった事態も避けられます。生鮮食品といえば野菜や果物は朝早くに手に入れられるとベターです。一日中棚に座りっぱなしの野菜は形や食感が損なわれるどころか中にはしおれてしまうものもあります。食品の廃棄を防ぐコツとしては1週間で使い切る予定の量以上のものは買わないようにしましょう。ほとんどの果物や野菜は消費期限が短いため衝動買いのような買い方はやめましょう。満腹状態で買い物をすると買いすぎを抑えられます。買うものリストをあらかじめ作っておくというのも良い方法です。購入の際にはパッケージを丁寧に調べておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。冷蔵食品は手で触れて冷たいと感じるものを、冷凍食品はしっかりと固く漏れのないものを選びましょう。家に帰ったら購入した食品はできるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。少なくとも2時間以上入れずに置いておくことは避けるべきです。そのラインを超えると品質が保たれなくなってしまいます。植木に入ったハーブ類を購入するというのも余裕があったらやっておきたいことです。安いだけでなく世話も簡単。バルコニーやキッチンにハーブガーデンを作るというのも悪くはないと思いませんか？常にフレッシュなバジルをパスタに添えて楽しむことができます。せっかくスーパーにいるのならコーヒーフィルターも買っておきましょう。家にコーヒーメーカーがなかったとしてもコーヒーフィルターは様々な用途に使える便利用品。液体のろ過をするときにも使えますし、デリケートな陶器を保管する際にも役に立ちます。窓磨き、靴磨きにももってこい。皆さんのお好きな果物や野菜が特売品だったとしてもたくさん買いすぎると捨ててしまわないか心配になりますよね。その場合は冷凍保存しておきましょう。スムージーにするために取っておくのも良い知恵です。特に選択肢の少ない寒い季節には重宝しますよ。棚から食品を取るときは目の前のものを真っ先に取ることはやめましょう。すぐに悪くなってしまう可能性が高くなります。スーパーでは基本的に棚の奥の方が消費期限が長いように配置されているものです。紅茶を買う際にはできるだけ茶葉で買いましょう。割安なのは言わずもがな、ホームメイドのブレンドを作ることもできます。またティーバッグのものよりもフレーバーが強い傾向にあるのもメリットですね。お家のものに関して言えば電球やペーパータオル、バッテリーといったものはストックしておきたいものです。特売日にできるだけ多くまとめ買いしておきましょう。無駄になることはありませんし、むしろバッテリー切れの際に家に買い置きがない方がイライラの元です。一つのものだけを買いにスーパーへ走る回数は減らしましょう。効率的ではありませんし、結果的に買わなくてもいいものまで買う羽目になりますよ。買うものリストがいかに大切かがわかりますよね。他にも作っておきたいリストがあります。それは冷蔵庫の中身リスト。このようなリストを週に2度作るようにしましょう。食事メニューは1週間分をあらかじめ計画しておくと買いすぎを防ぐことができます。水曜日の献立が分かっていれば余計な食品を買わなくて済みますからね。また残り物も有効活用しましょう。付け合わせにしたりハーブやスパイスを加えて一味変えることができるなら捨てずに済みます。透明な容器に入れて残り物の火を作ると処理がはかどります。残り物はそのまま使うのではなく料理に加えるのも一つの手です。残り物のパスタや温野菜はフリッターやオムレツに流用することができます。トマトと一緒に煮込むことでトマトソースにしてしまうことだってできますよ。複数の残り物を合わせてパックし翌日のお弁当にするのも一つの手です。
もっと簡単な方法をお探しであれば、全部スープにしてしまうという方法があります。昨夜のサイドディッシュもブイヨンと一緒に煮込んでしまえば立派な食事に早変わり。2日前のパンも斜めに切ってハーブとオリーブオイルをかけてオーブンで数分焼けば、自家製クルトンにすることができます。先ほどの残り物スープと一緒に使いましょう。原材料で食品を選ぶ方法、あまり耳慣れない原材料が入っている場合はその商品を避けましょう。原材料が5つ以上並んでいるものはできるだけ避けた方が無難です。スーパーで食品をどう運ぶかによっても人の買い物量は変化します。カートよりもカゴを使う人は衝動買いをしやすい傾向にあります。これはジャーナルオブマーケティングリサーチに掲載されていた調査結果で、商品を運ぶ際に必要な労力との関係があるのだといいます。カートで買い物をする場合は運ぶ方にエネルギーを取られないため、冷静にラベルを読んだり商品を吟味したりすることができます。買うものリストが長くなければ、できるだけセルフレジを使うようにしましょう。自分で商品をスキャンすると衝動買いが 32% 減るという調査結果が得られています。通常のレジだと余計なものを買わされてしまいがちです。やっぱりその商品を買わないという決断を出しにくくなってしまうんですね。後ろに人が並んで待っているとすればなおさらです。商品の並び方もお財布と買い物習慣の敵。人は最初に目に入ったものを買いやすい傾向にあるため、目線の高さには割高な商品が並んでいる場合が多くあります。一方、割安な商品は棚の上か下に並んでいることが多いため、時間があるときはゆっくり眺めてみると良いでしょう。それらの商品はコスパが良いだけでなく、添加物が少ない傾向にあります。でも気をつけて、並ぶ商品を一つ一つ比べるのは結構大変ですからね。ついついやってしまいます。ピースサインで写真を撮り SNS に投稿するとたくさんのいいねやコメントがもらえますよね。翌日、銀行のアプリから口座に誰かが侵入しました。個人情報が盗まれたようです。それも旅行中に撮ったあの自撮りのせいで。ピースサインは約70年前に注目を集め始めました。当時、これが貴重な個人データの盗難につながるなんて思う人はいなかったでしょう。最近は指紋を使ってスマホやタブレット、パソコンのロック解除が可能です。つまりあなたの指紋を手に入れた犯人はほぼ全てのものへのアクセスが可能になるということ。実際に日本の研究者は3メートル離れた場所で撮影した写真から指紋をスキャンしてコピーすることに成功しました。普通のクオリティ、指紋への焦点、良い照明、この3つの条件が揃っていれば可能です。画質がいいほど簡単なので、最新のスマホを持っている人はよりリスクが高いのです。とはいえ 3D プリンターで印刷された指紋でスマホのロック解除はできません。ほとんどの新しいモデルには小さな電気回路を備えた指紋リーダーが備えられていて、これが本物の指の隆起に触れると指紋パターンが再現されるんです。人間の皮膚は導電性ですが、 3D プリンターのインクは違います。しかし科学者はそれを回避する方法を見つけました。インクジェットの 2D プリンター、小さな金属粒子を含む導電性インク、そして普通の紙を使用したところ、うまくいってしまったんです。指紋データはどのパスワードよりも繊細でとても貴重なものです。例えば不審なメールやテキストメッセージが届くなどおかしなことが起こった場合、数分で必要なパスワードを変更できますが、一方新しい指紋をダウンロードすることはできません。何者かがあなたの指紋を入手したとき、多額のお金が危険にさらされます。残念ながらあなたのお金が。サイバー犯罪者はそのようなデータで大金を稼ぐんです。銀行アプリを使用するとき、親指の指紋を使ってログインする人が多くいると思います。そのためお金や個人情報が揃っているので最高入札者が手に入れられるという仕組み。もし犯罪者があなたの健康記録にアクセスした場合、彼らはあなたの名前で高価な機器を注文し、後でそれを再販するかもしれません。もしくは無料で病院や歯医者に行くこともできます。でも大丈夫。科学者はこの状況に対して様々な取り組みを行っています。例えば偽の指静脈パターンが刻印された透明なステッカーの発明。このステッカーを使えば個人情報が盗まれることなく、本人は指紋を使って電子機器のロック解除ができます。完成が待ち遠しいですね。もう一つ、
生体検知と呼ばれる選択肢があります。スマホが指紋を読み取った後、うなずく、ウィンクする、または笑うように求められます。そうすることでスマホはあなた、つまり実在の人物の指紋であることを認識します。これを偽造する方法はありません。写真を撮るたびにピースする人は新しいポーズを考えた方がいいかもしれません。例えばアロハポーズやダブルサムズアップのポーズなど、顎下に指を置くポーズもいいですね。どうしてもピースがしたい人はスマホの指紋認証リーダーを無効にしましょう。ただしその場合はいつも以上にパスワードに注意しなくてはなりません。またパスワードを忘れた時に出てくる機密の質問の答えもよく考えましょう。あなたのデータを手に入れようとしている犯人は、通っていた小学校の名前、母親の旧姓、好きな食べ物やペットなどの情報を見つけるのは簡単なことですから、答えを難しいものにしましょう。名前を逆に書いたり違う答えを入力すると良いかもしれません。もちろん覚えていられる範囲ですよ。基本的に自分に関する情報はなるべくインターネットに載せないことが大切です。もしペットの名前をパスワードにしている場合は、1変える、もしくは2変えたくない場合は、ペットの首輪が写っている写真は載せないようにしましょう。最適なパスワードは文字と数字のランダムな組み合わせです。パスワードマネージャーを使用してより強力なパスワードを作成することもできます。銀行または保険会社から追加の個人情報を電子メールで提供するように求められた場合は再確認してください。電話して本当に必要かどうか尋ねてみると安心です。また注意しながらメールを読んでみましょう。偽物のメールは電子メールアドレスが正しく見えても漢字や文法などの間違いがある傾向があります。オンラインで何かを購入するために支払いデータを入力するときは、ウェブページのアドレスの前にロック記号があることを確認してください。ロック記号は犯罪者から守られていることを示します。生年月日をソーシャルメディアで共有しないようにしましょう。またインターネット上にあるオンラインクイズも要注意。誰もあなたがどこの学校に通ったのか知る理由なんてありません。搭乗券、パスポート、運転免許証、クレジットカードなど個人情報が記載された写真を投稿しないでください。背景は何気なく写っているだけでも、犯罪者は写真をズームして悪いように使います。世界中の人に住所を知られたくない場合は、スマホのカメラ設定で位置情報機能をオフにしましょう。ネット上に写真を投稿する前にジオタグを削除することで、手元にある写真の位置情報は保ったままにすることもできます。iPhone を使っている人は投稿する写真を1つまたは複数選択して共有ボタンをタップします。次に画面上部にあるオプションを選択し、全ての写真データをオフにしましょう。 Mac のパソコンを使っている人は写真のアプリを開きます。環境設定を選択したら、公開する項目に位置情報を含めるのチェックボタンを外しましょう。Android の場合はギャラリーを開き、ジオタグを削除したい写真をクリックし、上にスワイプします。次に編集を選び、赤いマイナスボタンを押しましょう。変更はすべて保存します。朝の通勤中にオンラインで買い物をする場合は注意してください。特に運転しているときは、いやいや、運転中の携帯の使用はやめてください。バスや電車に乗っているときは自分だけしか見えないように画面を配置することが大切です。隣の人が肩越しにあなたのスマホを覗き見をして、パスワード、クレジットカードの詳細、もしくは配送先住所をコピーするかもしれません。安全のためにも特別なプライバシー保護スクリーンを買っておきましょう。公共 Wi-Fi を使用しているときは銀行取引を行わないでください。ネットワークが保護されていない、もしくはウェブサイトが暗号化されていない場合、全てのデータが同じネットワーク上の他の誰かに送信されるリスクがありますので、あなたのアカウントでログインが可能になってしまうかもしれません。スマホでプッシュ通知を無効にするか、少なくともロック画面に表示される内容に制限をかけましょう。アプリの名前が表示されるだけで十分です。そうしないと、公共の場所や職場にスマホを置き去りにした瞬間、誰かがあなたのデータにアクセスする可能性があります。メッセージや通知を読むためにスマホのロックを解除する必要はありませんからね。電話で機密情報を送信しないでください。発言した内容を全て記録したり、データをどこかに送信したりするマルウェアが含まれている可能性があります。
スマホの動作が以前より遅く、インストールした覚えのないアプリがある場合、勝手に改ざんされた可能性があります。マルウェアは公式のアプリサイト以外の場所でアプリをインストールした時にもスマホに侵入することがあります。見覚えのないアプリが何かしらのアクセス許可を求めてきた場合、それは信頼してはいけないサインです。様々なボイスフィッシングがありますが、何者かが電話で代表者のふりをしてデータの提供を求めることもこの一種です。銀行、病院、または相手がなりすましている人に常に確認してください。ちなみに銀行や病院は通常電話で機密情報を要求することはありません。また景品を手に入れるために特定の番号に連絡するよう求める機械音声が届く場合もあります。録音では特定のボタンを押すことでこの番号からの通知の受信が停止できると表示されるかもしれませんが、無視してください。これはあなたが本物の人間であるかどうかテストしているだけで、ロボコールに登録されてしまいます。ボイスフィッシングを主流にする犯罪者の中には、あなたの声を手に入れようとしている人もいます。声は指紋、虹彩、DNA と同じくらいユニークです。単純なはい、またはそうですがといった言葉はあなたの声のサンプル制作に十分なもの。もし声と他のいくつかのデータが入手された場合、より多くの個人データにアクセスしやすくなり、電話であなたのふりをすることさえできます。さらには音声のフォトショップと呼ばれるプログラムがあり、録音された声を使い架空の発言を作り上げることが可能です。そのため何も言わずに電話を切るのがベストです。オンラインで何かを削除しようとするときは、それが本当に消えていることを確認しましょう。中にはずっと前に消したはずの古い写真がたくさん載っている、ソーシャルメディアを表示できるウェブサイトなどもあります。証拠が一生残るのはさすがに嫌ですよね。